非接触でのイベントの開催というのを新たに行うこととしたところでございます。さらに昨年3月からは商業サービスが開始されました第5世代移動通信システム 5G につきましては、超高速、超低遅延、また多数同時接続といった特性を生かしまして、このデジタルトランスフォーメーションの実践であったり、コロナ禍における新たな生活様式を支えます情報通信技術の基盤としても大いに期待されているところでございます。今日の この会場となっておりますアイメス山口につきましても、昨年の11月に 5G のですね、設備を完備いたしまして、展示であったりイベントで、こういったイベントであったり活用していくことができるようになったところでございます。本日のイベントでありますアバターロボットで見える次世代体験 e スポーツ ×5G につきましても、こうした 5G のですね、特性を十二分に活用いたしまして、例えば 5G で接続した機器同士の対戦であったり、アバターロボットを遠隔操作した中で観戦をしたりと、いろいろな楽しみを盛り込んだものでございます。本日参加の皆様、また視聴していただいている皆様におかれましては、このイベントを通じまして 5G やアバターロボットの有効性を体験していただき、次世代近未来を肌で感じていただきまして、これをですね、広く皆さん広めていただけることをですね、ご期待いたしまして、本日開催の挨拶とさせていただきたいと存じます。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて 5G アバターロボットについて、株式会社ドコモ CS 山梨支店北村より説明を行います。はい、ただいま紹介に預かりましたドコモ CS 山梨支店の北村と申します。はい、それでは簡単に 5G とアバターロボットについて説明させていただきます。まず 5G なんですけども、言葉の意味としては第5世代の移動通信システムを表しています。で、第4世代というのが、いわゆる 4G、皆さんもよく利用されている LTE のことを指しています。で、4G に関しては、ビデオチャットであったり、映画のストリーミングといった、技術の実現に大きく貢献しているものです。で、それと比較してなんですけども、 5G は高速大容量でデバイスの多接続、低遅延といった3点の大きな特徴があります。で、その特徴を生かしてですね、現在ICT、 農業の ICT であったりとか、車の移動自動運転であったりとか、そういった技術に大きく貢献しています。で、本日は 5G ともう一つですね、こちらのアバターロボットを用いて e スポーツの大会を開催いたします。で、アバターロボットというのは遠隔でリアルタイムにコミュニケーションを取ることができるロボットの総称です。で、本日はこちら2台のアバターロボットを用います。で、こちらのアバターロボットはパソコンを使って、ログインして利用するんですけども、パソコンを使ってアバターにログインすることを、アバターインするというふうに表現します。で、このアバターロボットにアバターインすることで、時間であったり距離であったり身体的な制約を受けずに自分の好きな場所で好きなことを体験できるといった特徴があります。で、現在このアバターロボットもいろんなところで活躍してまして、遠隔の医療であったり教育であったり、そういった場で活用されています。で、本日は 5G とこのアバターロボットを使って、e スポーツ大会を開催するんですけども、今後、ドコモとしても、まだまだこの e スポーツ以外の体験会やイベントを、客
していきますので、これからも期待をしていただければと思います。はい、説明は以上となります。ありがとうございます。ありがとうございました。マッチを開催いたします。今回のイベントマッチは県内のアマチュアチーム3チームが出場、総当たり形式で対戦を行います。そして今回はゲスト解説として日本初のウイニングイレブンプロプレイヤーでありウイレ実況のパイオニア的存在として大人気のチャマさんにお越しいただいております。チャマさん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。チャマさん、まずですね、今日は、この 5G 回線を使ってというところが一つ大きなポイントになってきま す, そ, うです、ね、それで、はい、こちらの配信ご覧いただいている方、まあ、普段もしかしてあまりゲームもしないよ、オンライン対戦なんてもちろんのことというような、ね、方もいっぱいいらっしゃると思うんですが、はい、まずはですね、このウィニングイレブンサッカーゲームなんですけれども、プロプレイヤーということ、はい、プロというのは一体どういうことなのか。最近ね、いろいろなゲームの業界でプロの方っていらっしゃると思うんですけれども、はい、ただ単にゲームがうまいよということだけではないと思うんですよね。はい、そうですね、僕の場合だと企業様に、はい、スポンサードしていただいて活動費みたいなのをいただいて、ゲームでプロゲーマーをやらせていただいているっていう感じですね。なるほど。今、はい、チャマさんがお召しになっているこのユニフォームなんですけれども、これちょっと強豪サッカーチームのユニフォームのように見えますが、実はこれも、まあ、オリジナルということになるんでしょうかね。そうですね、一応エンブレムとかも全部デザインした僕だけのユニフォームになります。はい、でそこに、まあ、スポンサーされている企業さんのロゴが入っていて、なるほど、そう考えますと普通に、ね、プロのスポーツ選手の方がいろいろなギアであったり、そういったものをそのロゴが入っているものを身につけているというのと全く同じ状態ということなんですね。そうですね。はい、はい、また胸からかかっているこのアクセサリーペンダント、これがプレイステーション4のコントローラー、金色および何か装飾、非常にねデコレーションを施されていますけれども、これもかっこいいですね。いや、そうなんですよ、これマネージャーが、はい、プロゲーマーなんかこうかかかけてた方がいいんじゃないみたいなことで作っていただきまして、はい、どこ行ってもいじられます。いや、そうですよね、これで戦うのかぐらいな感じに見えますけれども、これもまた一つチャマさんのアイコンとして非常に重要なものであるということです。チャマさん、今ちなみに日本国内でプロゲーマー、まあ、いわゆるこれで生計を立てたりということが可能な方ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。僕、そのウィニングイレブンだけですよね。他のゲームにおいてもって考えると結構な人数いらっしゃるんですか。結構いるんじゃない、もう100、200ぐらいはいるんじゃないですかね。それ1本だけで生活しているという人が、はい、ではウィニングイレブンの世界になりますとまたぐっと数減るわけですね。そうですね、10人ぐらいじゃないですかね。10人、はい、その中の一人がチャマさんです。素晴らしいと思いますよ。まあ、今いろいろな可能性がやはりこのデジタルな世界というものを皆さんも感じられることあると思うんですけれども、その中で、まあ、e スポーツと呼ばれているもの、まあ、特に、まあ、場所も選ばず、そしてどんな方でも、そして世界中の方と対戦ができるというところ魅力だと思います。このサッカーゲームウィニングイレブンなんですけれども、もう25年以上の歴史を誇っているゲームですが、はい、大体今世界中何カ国ぐらいの方がプレイされているものでしょうか。各国っていうのはちょっとわからないですけども、はい、全世界ヨーロッパとか南米を中心に、アジアとかでも結構人気があるタイトルなので、はい、そこはやっぱりこう今回の 5G っていうので、やっぱ日本の人たちは、はい、日本のサーバーだけで通信をしなきゃいけないので、はははは、結構レベルの差とかじゃなくて、ヨーロッパとか南米の戦い方にびっくりして世界大会で負けちゃうみたいなのがあるんですよ。そうなんですね。だから今回これが普及すれば、うん、世界中の人たちと対戦しながら、はい、まあ、対策を練って大会とかに出ていけるっていうので、まあ、結構プロシーンの人とか、まあ、結構やり込んでる人たちも 5G かなり期待してますね。はい、なるほど、はい、またいろいろ世の中変わっていくのかもしれませんね。そうですね。チャマさん、ウィニングイレブン歴は何年になるんでしょうか。今もう中学3年生ぐらいからやってるので、はい、17年とかですかね。17年、はい、でそしてプロという肩掛けがついてからはどれぐらいでいらっしゃるんですか。今3年ですね。3年、はい、まあ、それまでの間もずっとこの作品に対する愛があったと思うんですが、はい、やはりこれ一つプロになるって夢だったんでしょうか。いや、もう全く考えてなかったですね。ほうほうほう。本当に何なら中学校の時とか高校の時遊びでやってて、はい、で24歳の時に付き合ってた女の子が
当時僕は金がなくて買えなかったプレイステーション3を買ってくれてクリスマス。めちゃくちゃいい彼女さんじゃないですか、はい、でそこからのめり込んで結局あのゲームばっかすんじゃねえって振られちゃったんですけどそれが今ねこういう形になってるんで感謝してます。いやすごいですね。見てるかアナちゃん。いつでここでもうまさかのそこが明かされてしまったってありがとうございます。もうね人生どこでどうなるかわからないっていうね。そんぐらい何も考えてなかったですね。はい、本当ありがたいです今。まあ今日はあのお子さんもね見てらっしゃる可能性非常に高いですので、ぜひそういった夢のあるお話も聞かせていただきたいと思います。僕でよければ。はい。またあのチャーハンさんこちらはですね山梨、今アイメス山梨という会場からお届けしてるんですけど山梨はいらっしゃったことはあったんでしょうか。いやなかったですね。もう本当高速道路で通ったことがあるぐらいで、はい、実際に降り立ったのは今日が初めてです。まあ、あのオンラインを使っての大会ということですと、はい、場所も選ばずということでその、ね、いろんな都道府県で大会あると思うんですけどわざわざそこに足を運ばなくてもいいという利点もあるわけですよね。まあそうですね、普段はオンラインで日本中の人とプレーしてますね、はい。まあ、今日はですねただせっかくいらっしゃったのでぜひ山梨の魅力も感じて帰っていただけたらなと思いますので。あもうぜひぜひ、はい、食べ尽くして帰りたいと思います。そうですね、この後ぜひゆっくりとなさっていただければと思います。ありがとうございます。今回ですねチャマさんには解説をしていただきながら、こちらにありますパソコンからですね、はい、アバターロボットそちらも今日一つ大きなポイントとなってきます。アバターロボットを操作していただいてより間近で参加チームの皆さんの、ね、動きなどもご覧いただきたいと思っております。すごいなこれ。これがアバターロボットです。皆さん上にねモニターがついているのをご覧いただけると思いますが、はいはい、下の方に車輪がついてるんですよね。お、はい、これで動くわけですか。そうなんです。かなりスリムな、そういうスタイルになっているんですけれども先ほどちょっとね触らせていただいたんですが、はい、この土台の部分車輪がついている部分非常にがっちりしていまして、はい、もちろんちょっとの振動で倒れるということもなく今これ充電中でしょうかね。そうなんですね、もう非常に未来感があふれております。今後このアバターロボットを使っての式典などが、まあ、今このコロナ禍でもありますのでより増えてくるかもしれないというところもあって皆さんぜひこのアバターロボット今日は覚えておいていただきたいなと思います。それでは、今日のウィニングイレブン大会のですね、参加チームのご紹介させていただきたいと思います。今回は山梨県内の3つのアマチュアチームを招待いたしました、はい。まずは2020年山梨県代表決定戦優勝チーム MNG、続いて2019年山梨県代表決定戦優勝チーム蘭心遠方、そして最後に2020年山梨県代表決定戦ベスト8チーム3333。以上の3チームが総当たり戦で順位を争います。なんと優勝チームはスペシャルマッチとしてチャマさんへの挑戦権をゲットできます。あらら、チャマさん今日は1試合戦っていただきますのでいや頑張ります。じゃあよろしくお願いします、はい。ぜひどのチームの皆さんも優勝を目指して頑張ってください。はい。続いて簡単に今回のレギュレーションについてお伝えしましょう、はい。使用タイトルは e フットボールウィニングイレブン2021シーズンアップデートです。総当たり戦は2対2のチーム戦にて実施をいたします。試合時間は1試合10分、使用可能チームは画面に表示されている通りです。今回は会場でありますここアイメス山梨の 5G 回線を使用して選手はそれぞれオンラインで対戦を行います。まあ、ここ一つ 5G 回線のこう威力というかねそこを皆さんにも実感していただきたいということで実際問題2対2の対戦というのはこれはオフラインでもチャマさんできる。あ、もちろんオフラインで普段はやりますね。はい。なんですが今日はあえて 5G 回線を通しての対戦ということになってまいります。総当たり戦勝利チームに3引き分けで1負けは0の勝ち点が付与されます。全3試合終了後に勝ち点が一番多いチームが優勝となります。勝ち点が同じ場合は得失点差で順位を決定いたします。これはあのよく日本代表などでもカップ戦ね、あの大きなカップ戦の前に行われる小さめのカップ戦でも行われるレギュレーションだと思うんですけれども、そうですね、はい。チャマさん今回この注目するポイントどのあたりでしょうか。やはり3チーム、まあ、この山梨県トップクラスの実力を持った選手たちが、はい、今年の国体に向けて多分練習して仕上げてきてると思うんでそのプレイヤーたちが 5G っていうその環境を使って、はい、自分たちの力がしっかり発揮できるのかそういうところを、ね、見ていきたいと思います、はい。非常にハイレベルな戦い期待できそうです。またですね、本イベントアバターロボットの体験会として実施しておりますので一部ゲーム画面を映さずにアバターロボットの映像をお届けする場面がございます。こちらもあらかじめご承知をおきいただければと思います、はい。
それではまもなくマッチワン MNG 対乱心遠方が始まります。準備が完了するまでしばらくお待ちください。お待たせいたしました。それではマッチワン MNG 対乱心遠方の試合を始めます。またこの試合中は3333の皆さんにアバターロボットの体験をしていただいております。今場内ですね、4人のプレイヤーの方が実際にこの場にはいるんですけれども、間 3G 回線、5G 回線を通しての、対戦ということになっております。今セッティングが行われているところですけど、まずチーム選びっていうのは、どういう形でこういうレギュレーションの場合は皆さん決めていくものなんでしょうか。こういう方式の一応ルールにのっとってやる大会ですので、使用可能チームっていうのがいくつか決まってるんですね。はいはいはい。その中から多分今ユベントスという、クリスティアーノ・ロナウドがいるチームを両方とも選んでた感じに見えましたね。なるほど、同じチーム同士の対戦も可能と。そして今アバターロボットですね、これがチャマさんのものなんですけれども、実際にチャマさんが操縦をしてですね、このアバターロボット操縦をされている方の顔が上に映るということになるんですけど、チャマさんの手元のパソコンでは、実際ね、今アバターロボットがある位置から見えているものが映っていると。はい、今のコントローラーとかが改造されてないか見てました。コントローラー改造大丈夫そうです。いや、これ後ろにこのアバターロボットがいるというのがどれぐらいね、プレイヤーにとって、人がいるのと同じぐらいの威圧感があるのかどうかというところも体験したことないでしょうから。ですよね。ああ、本当ですね。ユベントス対ユベントスでキックオフになりました、はい。白のユニフォームの方がホームということで、はいはい、MNG ですね。そうですね、はい。さあ、今のところですね、かなり、スムーズにいっている感じではあるんですけれども、はい、どうでしょう。先ほどキックオフから、深い位置まで攻撃入っていきましたけども、割と手慣れたパスワークだったので練習してきた形をまずは見せたというところでいいでしょうね。はい、実際この2対2で対戦する場合というのは、はい、例えば家でとかだったらお互いね、友達同士で喋りながらとかあると思うんですけども、はい、オンラインで行う場合は皆さんボイスチャットとかそういうものは利用したりするんですか。あ、もちろんそれで連携取りながら、後ろに出せとかシュート打てとか言いますね。なるほどなるほど。アウェイが MNG ですね。だから配信がちょっと逆になっちゃってますか。あ、下の、ね、字がね、はい、ホームが、乱心遠方、そしてアウェイが MNG ということになっています。白いユニフォームが乱心遠方ですね。はい、さあコーナーキック。今1人ディフェンダーをニアに立たせてたんですけど、はい、あのコースに速いクロスを上げるのが一番入りやすいので。あ、そうなんですね。同じコース2本連続で続いてましたね。はい、攻略もしっかりしてきてますね。で、次ちょっとずらして2パターン目を試したというところですかね。実際問題はプレー、おっとチャンス、外れた。もう少しで枠内というところでチャンス作ってきましたね。はい、チャマさんのプレー環境としてはいつもオンライン対戦をするときというのは、はい、例えばどうなんでしょう、優先接続なんでしょうか。はい、あ、もちろん優先接続でやらないと、やっぱ今の Wi-Fi ではちょっと厳しいところがあるので、はいはいはい、さあ一気に逆にチャンスになってますね。ただ僕みたいな一人暮らしで、はい、気兼ねなくやれてる人は優先でいけますけど、一見自分の部屋で2階でプレイステーションやってるとかだと、やっぱり優先で、ね、リビングから引いてくるわけにはいかないので、はい、無線でやらなきゃいけないとか、そうですよね、人もいるんで、そういう人はもう 5G 待ち望んでんじゃないですかね。はい、これからですね、やはり 5G 回線、おっとこれチャンスになるかな、抜けるかなというところでディフェンダーがつきましたね。かなり余裕のボール持ちましたね、今ね、ゴールキーパーで。
や、これからの、まあ、今テザリング機能とかスマホを介してインターネット、はい、その携帯電話の、ね、回線経由でやるなんていうこともできるようになってますけれども、 5G がこれからどんどん普及してきていろいろなプランができたら、外なんかでもね、スマホ1台あればできるようになってきたりなんていう、そういうこともどんどん叶ってきそうですよね。そうですね。なんかさっきドコモの方に聞いたら800メガとか出るらしいですね。ああ、そうなんですか。はい、普通にもう今の有線と変わらないぐらいのスピードが出てるってことですね。はい、おーっと、うん、いやこれ結構ね、まあ、同チーム対戦なんですけれども、はい、フォーメーション的にはどうでしょうか。わー、ちょっと似た形ではあるんですけど、選手の配置が若干違うので、はい、そこで多分狙ってきてるプレーは変わってるんですが、今のところ MNG がちょっと攻撃でいい形まだ作れてないの で、 あ、そうですね、どういう狙いかっていうのはちょっとまだ見れてないですね。はい、この対戦は2019年度山梨県代表、そして2020年度山梨県代表の対戦ということで、はい、まあ、これかなり、ね、最初からいきなりビッグマッチという感じですけど、でまあ、ランシン連合が、2019でしたっけ、ですよね。あ、決まってますね、今見てる間に。あらららら、すいません、変なこと聞いちゃいまして。 MNG2020 代表が先制しました。あ、かわしてかわしてですね、素晴らしいですね。2人かわしてのシュート。はい、直前にワンツーパスを連続でやったので、はい、もう一回パス来るかなと思ったら、そのパスのモーションからキャンセルして一人かわしてのシュートでしたので、ちょっと止められないですね。おっと、シュート、これはキーパービッグセーブ。さあ、ずっと攻めてたランシン炎鵬が先制されちゃいましたね。コーナー決まった、おー、決まった、あっという間に同点だ。ガッツポーズを僕ね、アバターロボットで、はい、間近で見させていただきました。なるほどなるほど、まあ、やってる方もこれ家でついついガッツポーズ出てしまうゲーム、ね、いや、そうですね、やっぱり ね、サッカーゲーム、そういうやっぱこう喜びの爆発がありますよね。はい、これがアバターロボットです。あ、見てますよ、こうやって。これはどの程度のところまで、はい、キャマさんのモニターで映っているものですか。結構細かいところまで。あ、もう解像度、 ボタンの色とかまで分かりますね。本当ですね、くっきり見えてますね、はい、そうしますとこうプレイステーション4の、スティックの細かい使い方であったりなんていうところまで割とこれ分かると思う。あ、分かると思いますね。もうちょっとコントローラーこっち側に向けてもらっていいですか。見やすく。これでちょっと角度のね、問題がね。嫌でしょうね、こんなこと言われたら。いや、しかしですね、このウィニングイレブン、実際でしたら45分ハーフの試合を、まあ、ぎゅっと10分にまとめての試合になってますので、もうね、前半もゲーム上では35分経過。あ、これチャンスになるかな。いいですね。今ちょっと僕もアバターロボットが楽しすぎて、はい、そっちでばっか見て無言でずっとさせちゃってる。やはり仕事します仕事。早いですから、はい、いろんな雑談ちょっとしたいけどなかなかできないですよね。なかなかできないですね、はい、チャンスに次ぐチャンス、お互いがどん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 攻めて、はい、で、これおそらく上級者同士の対戦ってなりますと、はい、ある程度読み合い、なんかある意味じゃんけんみたいな部分とか出てくるんじゃないですか。 ありますね、もちろん、うん、あえて1回これは止められるだろうという攻撃。あ、シュート、うわ、決めた。いやー、ね、ゴール前落ち着いてましたね今ね。はい、クリスティアーノ・ロナウド、まさにもう遠目で見ても分かるぐらいの、はい、もうこれはゲームとしての素晴らしさありますけど、うん、今決めたのはどっちですかね。さあ、ここからで、あ、ちょっとね、やっぱりコースを、うん、で開けてですね、はい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 、ランシン炎鵬これで逆転。あ、すみません、今完全にアバターの画面見てたんで、どっちですかねってプレイヤーに声かけちゃいましたね。はあ、結構でもそうですね、この間近でまたね、参加者の皆さんの表情を見ることもできると。普通の大会ですとプレイヤーの真後ろの客席とかっていうのは普段どういう配置になるんですか。基本的には、モニターの背面を、観客側に向けて、まあ、一応表情が見えるようにはなってるんですけど、はいはいはい、やっぱモニターが前にあるので角度的にはちょっと見づらいところはありますね。なるほど、はい、
まあ、これをまた用いて、まあ、新たな、まあ、カメラマンとしての役割というかね、そういった使い方もできそうですね、うん、もうなんかチームの一員みたいな気持ちになってきますね、この後ろから見て、はい、頑張れみたいな。あ、そうですね、そうなると、まあ、海外の大会とかなかなかね、みんな行くの難しい時とかもこれ使えるといいかもしれないですね。いや、そうですね、本当に、はい、さあこれは前半最後セットプレーで、前半終了ですね。前半終わって2対1、はい、ランシン遠方1点のリード。先制したのは MNG でしたけども、はい、結局前半シュート1本それだけでしたね。そうでした、なるほど。だから若干ちょっとランシン遠方の方が、ね、あの試合の入り方はちょっとミスっちゃったけども、1点入れられて逆に落ち着いたっていう流れでしょうかね。まあ、そこでね、やはりこう、これゲーム中のデータとかもいろいろあると思うんですけれども、やはりプレーしているのは人間ですから、まあ、あっという間に後半入ってますけれども、はい、まあ、何点差ぐらいでほら諦めたらそこで試合終了とか言うじゃないですか、はいはい、どれぐらいまで茶間さんひっくり返したことありますか？僕は最大で5点まではひっくり返したことあるんですけど。5点差をひっくり返した、はい、結構あのオンラインマッチだと、はい、相手がそのプロじゃない人とかと戦ったりするので、はい、最初に5点取ってウェイってなってるところを2点3点取ると、あ、やべえみたいな感じで、あ、これまたチャンスになります、ね、あった、いや、いいゲーム、今のでしっかり駆け引きして、はい、ニアに蹴る体勢を作ったらキーパーが動いたんですよ、はいはい、でパーに持ち直してしっかり狙っていきましたね。なるほどね、きちんとコースを打ち抜いたシュート、これも操作でできると。はい、今のは落ち着いてるんじゃないですか、綺麗なシュートでした。これもただあのいろいろ処理落ちだなんだみたいなね、こう重い回線でやってしまうと自分の入力しているものがそのまま反映されなかったりで、ちょっとストレスの原因になったりもします、ね、あ、もちろんなります。あのいわゆるラグイっていう用語ですよね、ゲーム業界で言えばラグがあるなみたいな、はい、でも見てると結構そのワンタッチパスとか素早い入力、コントローラーさばきを必要とするプレーもすごくたくさん見られているので、あんまり気になってないのかなって旗から見てると感じますね、はい、あと普通にあの今の Wi-Fi で言えば右上にその電波マークと言われる、ちょっと回線品質落ちてますよみたいな、もしかしたら試合切断になっちゃうかもしれないみたいなマークが出るんですけど、はい、それが一切出てないので。あ、なるほど、これはもうプレイステーションの画面上で分かる。あ、そうですね、そうなんですね、快適にやれてる証拠じゃないですかね。はあ、いや僕実はちょっと試しに 4G でテザリングして、はい、あのオンライン対戦やってみたんですけど、はいはいはい、結構厳しかったです。いや厳しいですよね、はい、やれたもんじゃないんですよ本当に。まあ、今いろいろな、ね、通信手段がありますけれども、まあ、これだけの大容量を、ね、やり取りするとなります。そしてリアルタイムで、はい、でまたこの 5G が実用化もっともっと普及してきたら、ゲームメーカーさんとしてももっと大容量のゲームをね作ってっていうことも可能になってきそうですね。あ、そうですね、あのだから今いわゆるその YouTube とかみたいなデータをサーバーに残してそれをストリーミングしながら動画を視聴したりするじゃないですか、はい、それのゲーム版っていうのが開発されてて、はあはあはあ、ゲームの今までだったら信号を通信してただけなんですけど、映像自体を、はい、あの通信でやり取りをして右に行こうかな左に行こうかなっていうのがもうすぐ反映されたと。そうなってくるとスマホとコントローラーさえあればもうPC とかコンシューマー機を使ったようなハイレベルなゲームができたりするんで、はい、もうあの結構やっぱどのゲーム機でやってるのっていうので壁があるんですよ。あ、俺はゲーミング PC でやってるのとか、はいはい、お前スイッチなのかよ、ね、スマホなのかよみたいな、あ、そこがシームレスにまたなってくると、それがなくなってみんなでマッチングできるんでより平和に楽しめるっていう。いや、そうですね、はい、そしてそれがまた世界へとつながっていく。そうですね、はい、いや、しかし試合の方が、まあ、ゲーム内の時間で残り20分切ってきたところですけれども、はい、ここ MNG1 点返してまた流れをつかみたいところですね。そうですね、まだ71分なんでここで決めればまだまだありますね。またあの選手交代のタイミングであったりとか、そのあたりもテクニックとして、はい、テクニックとして非常に重要だと思うんですけれども、はい、大体これはもうリアルタイムで下のこの緑色のスタミナゲージを見ながら皆さん変えるっていうのは基本なんでしょうか。そうですね、左下右下の名前の上にゲージがあるんですけど、それがスタミナゲージで、まあ、僕だったら4割ぐらい、残り4割ぐらいになったらもう変えますかね。はいはいはい、
やっぱりスタミナが落ちるとただ走らなくなるとかいうだけじゃなくてパスとかシュートの精度も落ちてきちゃうんで、はい、いつも通りのプレーができなくなっちゃうんですよね。まあ、そのあたり非常にリアルですよね。そうですね本当に普通のサッカーを見ているのと変わらないぐらいのクオリティの映像で皆様にすごいです。楽しみいただいていると思います。今オフサイドですね。さあ追いかける MNG は若干ちょっと2人の中でのこう歯車が狂い始めているのかなというか、1人が焦っちゃうともういつも通りのことやってくれないんで、もう本物のサッカーのように例えばボールを持ちすぎてしまったりとか。そうなんですよ。で負けてる時にそれより出ちゃうんで、はい、そこはやっぱ一度ちょっとね落ち着いて。もういいですよ。また打った。うわー、コーナーキーパービッグセーブ。さあ、あ、取りましたね MNG。 ここで一旦落ち着いてビルドアップ。冷静になってますね。はい、まあ、ついついねこう初心者同士の対戦、僕なんかもそうなんですけれども、とりあえずボール取ったら前へバーンと蹴りたくなってしまうんですけれど、わかります、わかります。それをやったらやっぱね、低い位置でボール取られるリスクはなくなるので、はい、気持ちは楽なんですけど、やっぱ精度が伴ってこないので、簡単に前向いてって思ってもそうそうねやっぱりできないんですよね。そうなんですよね。難しいですね。今のはボール取られてからのランシングフォーク、スライディングですかね。そうですね、はい、きっちりと止めて、ここで選手交代ですね。ああいう、ね、プロフェッショナルファールと言われる、はい、プレーを止めるファールっていうのも結構タイミングがシビアなので、はい、ラグイと誰もいないところにスライディングしちゃったりする。それも辛いですし、また後ろからになってしまって、それこそレッドカード。そうですね、などの可能性も。そうするとなかなかちょっとこう公平にプレーをするっていう感じではなくなってしまいますもんね。いや、そうなんですよ。はい、アバターロボットちょっとね今動いていますけれども、うん、少しずつこうやって自分で操作をしながら、まあ、好きなポジションを、はい、それこそサッカーじゃないですけども通ることができる、そういうものになってますね。さあ、これはなんとかシュートまで行きたいところ。いや、中には人数いますよ。ま、なんか向けるか。向かしてくれないですね。いや、マークきついですね。いや、おお、まだ取ってますね。いや、これはいい守備。やっぱ安定感ありますね。なるほど。ああいう危険な位置でボール持たれても焦らないですもんね、守備で。はい、あ、試合終了ですね。終わらしてきましたね。3対1ということになりました。試合、3対1で乱心遠方の勝利。マッチ1 MNG 対乱心遠方の試合だったわけなんですけれども、3対1で乱心遠方の勝利です。はい、おめでとうございます。本当のこの試合的に言うとマンオブザマッチというのは多分クリスティアーノ・ロナウドになるのかなと、ゲームの中でも相変わらずですが、この細かいドリブルさばきであったり、このあたりはですね、チャマさんの動画でも詳しく解説されているものがあるので皆さんご覧いただければと思うんですが、この細かいスティックさばきによっていろんなドリブルの種類が出せると。で、しかもそれも選手によって出せる人がいたり、まあ、出せない人もいたりなんていうところで個性があるのもとても面白いところですね。はい、あとはやっぱ普通にボールを持ってスティックを倒すだけだと、まあ、歩くようなスピードでドリブルするんですけど、はい、ダッシュボタンという R1 ボタンを押すと走り出すんです、はいはい、で走ってると反転が遅くなるところがあるんです。感性がつくんですよね。そうなんですよ、はい、体重移動の今どこにバランスがあるかっていうのまで考えながらスティックでドリブルしていかなきゃいけないので、はい、かなりシビアな入力を求められます。で、またつい初心者ですとボール持った瞬間前へもう R1 ボタンみたいなのを押しっぱにしてガーッと前行きたくなるんですけど、それもやはり上級者同士だとあんまりそのドリブルで強引な突破とかって特にない。そうですね、最近のゲーム性的にもあんまりドリブルが強いっていうゲームではないので、はい、しっかりトラップしてボールを止めてもう一回蹴るとか、そういう基本的な動作がすごく求められる作品になってますね。いやー、何か本当に普通のサッカーを見ているかのようなね、そういう話ができるのも、はい、このウィニングリーム面白いところなんですけれども、チャマさんご自身もこれはサッカーのプレー経験がすごくあるのではないかというようなですね、お話になりますけれども、中高バスケ部ですね。バスケだったんですね。いやー、昼休みにやってるぐらいでした。
で最近いろいろね動画を拝見しておりました。ご自身がプレイされる動画もありますけれども、あれは頭では分かってるんだけどさっていう、そういうところ結構ありますよね、きっと。なかなかやっぱりね、はい、体は動かないですよね。いや、しかしこのね世界がもっともっと進んでいったら、例えば自分が一切プレー経験ないんだけれども、サッカー業界の中でもう本当にトップチームみたいなところで、何かお仕事ができる方とか、もしかしてそういう人も出てくる可能性もありますよね。そうですね、サッカーだとまだないんですけども、GT スポーツの F1 とかを題材にしたゲームのトッププレイヤーが本当に F1 のリアル F1 チームのテストドライバーとか、はい、コースのをどう攻めるか分析する分析官になったりとか、はい、あとアメリカの空軍がその戦争ゲームのチームを作ったりして、そこをちょっと間口に広げていってるっていうのはあるんですよね。はい、いや、新たな天才がねこれをきっかけに出てくるという、いや面白いですよね。本当そういう世界になってくるんですね。楽しみです。はい、それでは、続きまして、はい、マッチ2の準備に移りたいと思います。続いての対戦は蘭心遠方、今勝ったチームです。蘭心遠方対3333の対戦となります。準備が整いますまでしばらくお待ちください。お待たせいたしました。それではマッチ2、蘭心遠方対3333の試合を始めます。またこの試合中は MNG の皆さんにアバターロボットの体験をしていただきます。自分が実際試合を行っていない時にはアバターロボットを使って、まあ、むしろ他のチームの対戦を後ろから見ることができるという、これはアバターロボットをうまく使ったチームちょっと有利になりますね。そうですね、作戦とか、うん、でアバターロボット自体にマイクついてるんで、はい、ちょっとボソッとあそこ修正しようみたいなのも、あ、全部聞こえるんですね。盗み聞きできますからね。こういう試合形式って珍しいですね。そうそうそう、普通の場合は試合していないチームはこの近くに寄ることって多分ないないですね。まあ、今日はこのアバターロボットの、まあ、実験というか体験というね、そういった側面もありますので、このような形式で行われているんですけれども、まあ、いろいろな大会の形式っていうのがこれから生まれてくることを、予想されますので、このアバターロボットの、ね、体験も、まあ、これはゲーム上手なゲーマーの皆さんだからこそ、これ操作皆さんちゃんともうねすでにアバターロボットに関しても上手ですね、はい、スムーズに行われています。さあこの試合なんですけれども、蘭心遠方はまたユベントスでしょうかね。はい、そうですね、はい、そして3333はバイエルミュンヘン。これで試合前のやはりこのシステムいろいろな微調整ですね。これもあ、なるほどねと、サイド開き気味でやるのかなとか、これ相手チームにもまあ分かるっちゃ分かるわけです。あ、この画面は見えてますね、はいはい、なので相手の自分の方のチームを見ながら調整しつつ、相手がどう動いてきてるかっていうのをもう目をギョロギョロさせながら見てるっていう感じですね。まあ、これは時間制限がついてますので、あと残り60秒以内にセッティングを終わらせてくださいねというところだと思いますけれども、蘭心遠方はもうセッティングをおそらく終わっていると、このあたり性格出るところだったりするんですか。もしくはさっきの試合で作った時にセーブしておいたのかもしれないですね。そういうことですね。もうそれでもう完全に自分たちのサッカーのスタイルはこれだと。そうですね、はい、相手によらずということですね、はい、である意味その修正せずに、はい、まあ、勝ってるんでそのまま行こうということですよね、うん。まあ、このあたり実際のサッカーでもそうですけれども、勝っているからわざわざいろいろ修正する必要もなくそのまま続けていこうよということになる。なんか一応セオリーとしてありますよね、勝ってる時はメンバーいじるなみたいな。はいはいはい、ここを多分重んじてやってるんじゃないですか。あとはこれは選手それぞれのなんか調子っていうか、それはこのモードだとどうなってるんですか。あ、調子もね、あります。あ、本当ですね、矢印ついてますもんね、はい、なので今で言えばバイエルンミュンヘンの左のアルフォンソ・デイビスがちょっと一個調子落としてるんで、そこどうするかって見てますね今ね。はい、本当ですね、ライバルチームが真後ろから見られてると、かなりの緊張感です ね、 ですね、ちょっと怖いですねこれは、はい、でここの、ね、会場内はアバターロボットは自由に動くことができますので、はい、また隣の、ね、他のチームの方も見に行ったりなんていうことができると。できますね。実際このアバターロボット今後は例えば博物
館の中などに設置されて、自分が家にいながらこのロボットを操作して、実際に歩いてその中を見ているような、そういう疑似体験ができるようになってきたりっていうことが期待されているみたいですね。もっと言ったら、じゃあもうエベレストとか登れるんじゃないですか。あ、もうそこまでのこのちゃんと道が整備されればどこでも行けちゃうようになります。夢の本当にマシンですね。本当ですね、すごいな。でもしかして今後例えばこれにアームがついてきたりとか、もっともっとね、いろいろなことが期待されるものだと思います。楽しみですね。さあキックオフですね。はい、マッチ2は、こちらがですね、ユベントスが、ランシンエンポ、そして、はい、バイエルンミュンヘンが3-3-3-3ということになっています。はい、ユベントスが白のユニフォーム、バイエルンミュンヘンが赤ですね。はい、さあ3-3-3-3からチャンス作りましたが、しっかり止めましたね。これをで一度ためを作ってから上がるのを待ってですね、はい、これきっちりと中央から攻めていきますね。で3-3-3-3はとりあえずね、自分たちのプレーをまずは見せたいですよね。そうですね、初戦ということになりますから。一人空いてますね。あ、これはミドル。いや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 、もう微妙な一瞬の隙だったんですけどね、逃さないですね。これはもうプレイヤーからもガッツポーズ出ました、出ましたね。ここもまあミドルの精度、高い選手低い選手いろいろあると思いますが、やっぱりこう狙っていくというのも、はい、そうですね。まあシュートキーパーにね弾かれたとしても、はい、それがこぼれ球チャンスになることもあるので、はい、どんどん狙っていくのがいいですよね、こういう試合は。さあかなり早い段階で失点してしまいましたので、ここからの立て直し、これはあのゲーム中に、おいい形できるか、おいぞ、わー、いやー、ファールになりましたかね。その前に笛があったっぽい感じになりましたね、はい、これはあの自分が操作、あ、イエローカード出たみたいですかね。あらら、はい、自分が操作している以外の選手はコンピューターがまあオートで操作している。あ、そうですね。でその選手たちに対しての守備的に行けとか、はい、お、これもシュート、守備的に行けとか、あるいはもっと上がれとか、はいはい、そういう操作というのもゲーム中に行われているものなんでしょうか。あ、そうですね、あのゲーム中というか最初 の, プレあのフォーメーションを決める画面で、はい、一人一人に指示を入れれるようなコマンドがあるので、それでちょっとサイドバックは守備専門とか、はい、積極的に上がっていけとか、うん、複雑な戦略もあの覚えさせることができます。まあ、自分が監督としての役割も担えるという面白いところですね。はい、さあこれをなんとか、いいですね。1対1の守備で守りきりました。あ、これカウンター刺さりましたね。2対1、あ、これはクリスティアーノ、おっ、おっ、うわ、決めていくか。ちょっとねパスが、最後パスが若干ずれてもたついたので、ディフェンダー追いつくかなと思ったらしっかり体勢変えて決めていきましたね。はい、ちょっとランシンエンポが盤石すぎますね。これはもう本当にクリスティアーノ・ロナウドの使い方というところにおいても、はい、まあ、完璧なプレーができていると。完璧ですね、本当にね。やっぱり強い選手でどんどん攻撃していくっていうのを2人の共通意識としてしっかり守ってますよね。これは一応3-3-3-3はこの時間で2点ついたっていうので若干こう、はい、メンタルの面でしんどいところありますけど、いやいやいや、おお、まだ時間ありますからね、はい、ここからなんとかつないでいきたいですが、いい形ですよ。ユベントスもまだ戻りが早いっすね。早いんですよ。まあ2点取ってるし、そんなに攻めに人数かけなくてもいいっていうので、はい、しっかり後ろに構えて守れますよね。そうですね、前3人ぐらいでまあ点を取れる、もう今そういうシステムになっちゃってますね。でも焦る必要ないですね、もう2点取ってるんで、はい、リードもありますし、サイドで多いですけど、ちょっとね3-3-3-3は選手間の距離感がちょっと遠いかなという感じがするんですよね。一人一人が孤立しちゃってますね。うわー、ね、一方このいい距離感ですぐパスが出せるっていう状況を作っているのがランシンエンホーですね。 3-0、 そうですね、まあ、3-3-3-3ちょっとあのシステムいじって、はい、左サイドハーフ高めの位置に置いて、そうですね、まあ、そこを起点にして、あるいは裏をつくのかというところが一つ肝になりそうだったんですけれども、はい、サイドでボール入った時にちょっと孤立しちゃってるんですよね。
狙われちゃってますね。はあ、まあ、そこをまた修正していくというのもゲーム内で、もちろんそうですね。その能力もやっぱりこのゲームには求められますね。いや、そしてさすがノイアーのスーパーセーブも見られていますけれども、またまた危険な時間続きますね。こことりあえず踏ん張りどころできれば前半で1点は返しておきたい。ただまだスローインでね、深い位置なんで安心はできないです。うーん、いいですよ。いや、ここも取れない。はあ、お、いいパスだ。おお、で、ランシンエホーの方はもうね、3点取ってるんで、もう伸び伸びとしたプレーをできてるんで、やられ、やっぱそういう風にやられるとね、いっぱいシュートが飛んでくるんで結構しんどいんですよね。まだ続きますよ、ね、これはねえ、まだ取られない。もうシュート入るまで続くんじゃないですか。またコーナーキック、ね、絶対シュートで終わるというところもこれきちんと約束事になってます、ね、そうですね。それはもう、いやようやく終わりましたよ。ゲーム内で10分間くらいはずっと攻められ続けてたんじゃないですか。ここからちょっとね、また大切に行きたいところではあると。そうですね、ただ大切に行きすぎるとこうね、ダイナミックなプレー出ませんので、たまにはこうリスクを背負って危険なプレーもしないといけないですね。ファールで止めるということになってしまいましたが、そうですね、ただいい位置なんでロナウドいますから、セットプレーの操作もこれかなり微妙な操作がありますね。でここからも狙えますね、無回転で、おお、ポスト直撃。ヒヤヒヤしますね。でちょっと高めに置いてサイドハンドでここ持つんですけど、はい、中もケアされちゃってるんで、間に合ってないというかね、まあ、向こうが早いですね、ユベントス、はい、でここ出しちゃうと孤立しちゃうんですよね。でマイナス出しても状況変わらずと、なるほど、もうこれ2手3手先までやはり玉さんレベルになると、もうもちろん読んでると、おっとシュートした。そうですね、まあ、読んでというか経験上多分こうするだろうみたいな予測は立てられますね、はい、はいはいはい、まあ、それもやはりラグがないからこそ、あ、重要になりますよね、はい、やっぱラグがあるこの環境でずっとやってる人って、その人なりの攻略を見つけてくるんで、僕ら知らないことされるんですよ。あ、そうなんですか、はい、いや俺のゲームだとそれ通らないよみたいなの、はいはいはい、その人のウィニングイレブンだと常にそのラグラグで通っちゃったりして、いや分かんねえなそれは別のゲームやらされてんなみたいな時ありますね。それはまあだから結局自分の通信環境があんまり良くないと、自分がまあというところ以前に相手の方にもちょっとねっていう部分があるんですよ ね、 なるほどね。だからみんなが 5G を期待して待ってるんですよね、はい、早く普及してほしいです。そうですね、はい、もうどこのご家庭でもそして外でも使えるようになればと。今こちらの会場アイメッセ山梨なんですけれども、はい、5G 回線がもうバンバン飛んでることから今日こちらの会場で、ね、お届けしているんですけれども、ね、アバターロボットも元気に動いております。なんか何台ぐらいいるでしょうね、もう10台以上のアバターロボットがいますけれども、かなりの、ね、アバターロボット自体もいい映像を撮ることもできると。これ操作してるだけでも普通に楽しいんで、なんかラジコンとかを、はいはいはい、あのまあ、男の子だとね分かると思いますけど、ワクワクしますよね。そうですね、多分 このアバターロボットは多分全国回っていくと思うんで、はい、今配信見てる人もね近所に来てたら触りに行ってほしいですよね。そうですね、いずれあの街巡り観光とね、いろいろとまあ協力してという市町村も多く出てきそうですね。いいですね。いや、しかし後半入りまして3対0、ランシンエホー3点のリードですけども、いいパスだ、攻めますね。いやいやいや、そうですね、今のところ後半入ってますけども 3-3-3-3 いい形を作れてないですよね、そもそもね。ちょっとここでね頑張って一発食らわせてほしいですよ。あ、これはでもいいパス通りましたね。これなんとか、はい、で中入りたいんですが、でサイドバックも、そうですね、サイドバック上がってましたが、逆にこれでカウンター食らうとまずいですね。いや、人数足りないですよこれ。どんどん後ろから上がってきます。中、うおー、よく止めた。やっぱ最後シュート打たせるのはロナウドを狙ってましたね、今ね。そうですね、もう完全なるフィニッシャーとしての
これは自分が操作する選手の、まあ、スイッチワークというか、はい、こうね、一人の選手をずっとやり続けているということではないじゃないですか。そうですね。そこもこう2対2、これ最大で何対何ぐらいで人間同士の対戦ってできるものなんですか。オフラインだと4対4とかが確かできたような気がするんですけど、まあ、オンラインになると、そうですね、あと公式大会のルールではもう3対3以上がないので、はい、まあ、基本的には練習しない。あ、じゃあ、まあこれはダブルスみたいな、そういう感じの扱いなんですね。ここでチャンスになりますね。ただモードとしてはオンラインで11対11までできますね。はあ、はあ、はい、そうなってくるとまたねっていう、ちょっと今なかなかそれを、まあ、人数揃えるのも大変とかね、いろいろリーグがあるんですよ。あ、そうなんですか。で、所属してるチーム、僕も所属してるんですけど、はい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 、それで夜な夜な練習して、へえ、あ、公式戦に向けてっていう。おお、今のもね、横パス入れた段階では味方が中にいなかったんでチャンスなかったですけど、ね、最後まで追いかけるからもう一回チャンスできるっていう。そうですね。だからまだね、ランジエンホン3点決めてるのにまだまだ取りに行く形ですね。いや、いろいろなモードがでもやっぱりあるんですね。そうですね。さあ、またチャンスですよ。ここからですよね。はい、これで、はい、うん、その前のところで止めると。そうなんですよね。3-3-3-3はサイドで攻撃組み立ててたんですけど、うまくいかなかったんで、今ちょっと中央寄りにね攻め始めてますけど、それがでシュートチャンス作れればいいですよね。左は今数的優位になってますが、でサイドで持たれるともう中いないんですよ。これいいですね。で、中に戻せて、そこからどうする。あ、シュート入れたかったですけどね。ね、ユベントスはもうフィジカルが強い選手が多いんで、はい、ああいうルーズなボールを50の状態というので体グイッと押し入れてきて、ああいう風にクリアしたりとかマイボールにしちゃいますからね。ここで、3-3-3-3選手交代ですね。選手の交代もそうですけど、フォーメーションの形もちょっといじった方が、今うまくいってないですからね。セカンドプランとかがあればいいですけど、まあ、もちろんね、またここからで。ただ、まあ、バイエルンミュンヘンの3-3-3-3が使うバイエルンミュンヘンは、後半から出すと能力が高くなるスーパーサブっていう特殊スキルを持った選手がいっぱいいるんで、はいはいはい、まあ、その人たちの個人の能力で打開するっていうのも、まあ、一つ作戦ですよね。あ、面白いですね。はい、そうですが、シュート11本に対して1本、はい、ただボール支配率は 3-3-3-3 の方が 55% で、持ててはいるけど打ててないっていう、すごくもどかしい状況なんですよね。あ、カウンターをきっちりやっぱりランジエンホン決めてるんですね。いや、そうなんですよ。やっぱりカウンターというのはサッカーの基本ですから、一番点が入りやすいシチュエーションなので、はい、そこをだからあえてランジエンホンの方は相手にボールを持たせて人数かけさせてボールを奪って鋭いカウンターっていうのを狙ってるんで、かなり、まあ、理にかなってますよね。相手に持たせるサッカーって王者のサッカーですね。そうなんですよ。それでね、やっぱ落ち着いてやれるわけですから、メンタリティの強さも求められますね。どうでしょうね、ここももう人数少ない中、もう前には3人いますからね。どんどん追っかけていって、ビルドアップ焦って、もうここ狙いいきますもんね。ここにもいるつって、でボール取れちゃう、ね、先読みですね、まあ、そういうところもまあ含めてで、なるほどなと。そうなんですよ。で、一人でやってる分には自分で誘導してパス出させて、はい、パスカット狙うみたいなのも全部一人でやれるんで簡単なんですけど、はい、2対2だと俺行くからお前やれっていうのをその都度その都度声言葉を交わしてたらもう遅いんで、そこの練習量がすごいというか、あ、見てるだけで分かりますね。はい、うん、あ、コーナーキック、これは決めたいですね。さあ、どうか、チャンスですよ。お、落として、味方いなかったですね。これはただ2人だからこそできるプレーというのもやはりあるわけです、はい、もちろんありますね。そのレベル難しさっていうのはね上がりますけども、はい、その分うまくいったときは止められない強力な攻撃になります。さあ、これがまた早いですね。めぐってきますね。追いつけない、うん、
で、これまた拾われちゃって、ね、ここまたかっさらわれて、素晴らしいのが、そのランシャン泳法の方は、この攻撃がうまくいった時のこと以外にも、ダメだった時に、次どこでボール取るかっていうのまでちゃんと考えてるんで、まあ、それはこんだけね、連続でシュート打てるよなっていうのが、納得の戦術ですね。落ち着いて一人剥がしていいですよ。ここでサイド逃げずに中央で攻めていきたいんですが、人が多いんですよね、中央ね。で、取られるとここ早いカウンターで、もうナイスね、キーパーのいい判断でしたけども、シュートチャンス作られたようなもんでしたね、今ね。いやー、もう間もなく試合終了というところですが、ロスタイム1分か。あー、終わってしまいましたね。いやー、強いですね、はい。ランシン遠方3対0、33を下した試合となりました。はい、まあ、ちょっとそうですね、やはり強さを見せた試合、そうですね、になりましたか。これはもう 2連勝ってことは、ええ、優勝です。優勝決まりました優勝は決まりましたけれど、なのでランシン遠方、はい、チャマさんと対戦決まりましたよ。ああ、もう、はい、お手柔らかにお願いしますか。もう今多分チャマさんはランシン遠方の試合を2試合ご覧になりながら、はい、こういう風に行こうという戦術を考えられていると思いますが、いや、単純に震えてます。本当ですか。こんな強いやついいんだみたいなただ、あの、僕との対戦は1対1なんで、はい、またちょっと違う技術なんで、はい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 、そっち1対1はむちゃくちゃ下手みたいなのを期待してますそういう可能性もあるかもしれないという、まあ、とりあえず2試合終わった段階で優勝チームは決定しましたけれども、まだまだね、はい、マッチ3もあります、はい、続いての対戦は MNG 対3333、共に遠心乱歩に負けたチームですが、まあ、2位決定戦というところでね、盛り上がっていければと思います。そうですね、やっぱね、こう今まで今日まで練習してきて、でわざわざ会場来て、うん、無敗で帰るのはちょっとっていうので、一勝して帰る ね、 ね、最後勝って終わるか、はい、負けて終わるかで全然違いますから、次つなぐということでもね、はい、サッカーよく言われる話ですから。そうですね、はい、次の1試合またね、皆さん盛り上がっていければと思います。それでは準備が整いますので、しばらくお待ちください。お待たせいたしました。それではマッチ3333対 MNG の試合を始めます。またこの試合中はランシン遠方の皆さんにアバターロボットの体験をしていただいております。今ね、もう優勝決まりましたけれども、今度はアバターロボットの操作、こちらもおそらく一級品なのではないでしょうか。なんか優勝チームに見守られてるのは煽られてる気持ちになりますね気持ち的にね、なかなかこう真後ろから、そしてちょっとね、あの、上にあったりします。そうなんですよね、若干見下ろす形なんですよね、はい、で、この試合に関してはチャマさんもね、アバターロボットをたくさん活用していただきまして、はい、どんなところをチャマさんがご覧になっているのかというところなどもですね、実際ゲーム画面は今までずっとチャマさんご覧になってたと思うんですけれども、はい、プレーをしている選手たちのまあ動きというか、まあ、どのあたりに着目してね、ご覧になっているのかというところも、注目していきたいなと思っております。今ジャマさんのアバターロボットどこにありますか。今、まあ、一応全体像映してますけど、はい、そのプレイヤーの後ろからですね、はい、これをもう試合中入ったらなんか変な癖がないかとか、はい、見ていきたいなと思います。なるほど。チャマさんの顔がですね、実際に、アバターロボットチャマさんが操作しているものに関しては、そこに顔が映っているというね、そんな感じになっているんですけれども、いやでしょうね、これむちゃくちゃ見られてる感ありますもんね。結構そうですね、本当にこれを利用して、あの、式典であったりとか、もう今ただオンラインを利用しての会議、ズームであったり、いろんなものがありますけど、あ、これがチャマさんのね、ものです。ちょうどチャマさんの顔が映っていますもうちゃんと表情も分かりつつ、そしてこれお互いがね、相互関係があるというところが、とても面白いところです。いろんなタイプのアバターロボット、今日会場には来ています。
今プレイヤーの皆さんは試合前のセッティングをしているところですけれども、あ、これは3-3-3-3がマンチェスターユナイテッドにしたのかな。そうでしょうか、ね、逆かな。あ、逆ですか。MNG がバイエルミュンヘン。なるほど、うん、違います。あ、MNG がマンチェスターユナイテッドですね。 MNG がマンチェスターユナイテッドで、3-3-3-3がバイエルミュンヘン、あ、そのままですね。はいはい、これはちょっと興味深いチームチェンジですね。そうですね、 MNG がユベントスからマンチェスターに帰ったと。やっぱりあの1試合目はねユベントスでまあまあ惜しくも負けてしまったんですけども、はい、今年結構マンチェスターユナイテッドが実は強いんじゃないかと。そうなんですよね、言われていて、ゲーム内でもですね、はいはい、だからそれをちょっとまあこういうレベルの高い場で試してみようということで、チャレンジング精神ですね。またあのこうフォーメーションに関してもよくこうゲーム内でもあると思うんですけど、世界的なトレンドというか、はい、ね、いろんなのありますよ ね、 そ, うですね。それこそ今バイエルミュンヘンがやってる5バックっていうのは、はいはい、日本で一番強いマヤケカ選手っていう人がいるんですけど、はい、その人が編み出したフォーメーションをそのまま使ってますね。そうなんですか、はい、一つこの理論があるんですね。そうですね、それをうまく使いこなして、まあ、一生もぎ取ろうというところですよね。はい、でまた今度この5バックを使うプレイヤーの方が増えてくると、また違うトレンドが生まれてとか。そうなんですよ、その流れがあるというのもこれ実際のスポーツの世界と同じで、はい、そうなんですね。だから他のゲームと違って、はい、これが最強っていうのがあるんですけど、一瞬だけなんですよ、すぐそれに誰かが対策して、はい、次はこれが強いとかがじゃんけんみたいになってるんで、はい、だからあの そういうのをあんまり理解してない子供たちには、お前先週別のフォーメーション最強って言ってたじゃないかよみたいな、どっちが最強なんだってガチ切れされるんですけど、はい、いやもうあれはもう今強くないんでそうか、チャマさんの動画ももう2ヶ月前のとか見ないで、まあ、最新のものを見ないとダメという、はい、そういうことなんですね、はい、やっぱトレンドをかけていくっていうのは大事ですよね。はい、まあ、そこがちゃんと分かってらっしゃるからこそ、チャマさんが第一人者でね、もうこの世界で本当に皆さんから信頼をされていると。恐縮です。そういうことになりますよね。はい、チャマさんのアバターロボットです。はい、いい笑顔ですね頑張れね、この試合に関しては本当にね、あのどちらのチームももう全力出し切っていただいて、一応レギュレーションの中ではこれが最後の試合で、この後はチャマさんと優勝をもうすでに決めていますランシン遠方の皆さんのエキシビジョンマッチということになりますので、はい、まあ、ここで一応勝った方が2位、引き分けということになりますと MNG が第2位と、そういうことになりますね。さあ今ねゲームの方がこれ、ね、歓声が聞こえてくるんですよね。始まりますね。でもあれですね、ゲーム自体は 5G でやってますけど本当に不便なさそうですね。はい、これはだからもうあのアウトドアで、あ、ね、キャンプ行っていう入れやるとか、最高、自分でね電源だけ用意すればもうあとはどこかでもオンライン対戦できますよ、はもうすぐそこまで来てますね。だってもうそれできるんだったら僕機材背負って 5G で日本中の全員倒すみたいな、あ、面白い旅をやりましょうかね。はい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 、自分も実際行くんだけど結局のところは 5G を使い、うん、面白いですよね。農家のおばあちゃんとかね、因縁引っ掛けて、はい、サッカーゲームで勝負しろって頭おかしいですけどもう面白いですよね。ね、面白いですね、はい、もうできることがいろんな方にとってね、やっぱり増えていく。そうですね、でもこれでもしかしたらそのトッププレイヤーの構図っていうのも変わるかもしれないですよね。あ、ちょっと敷居が下がりますよね、これは明らかに。そうですね、やっぱ関東とか大阪、関西とかが、はい、まあ、多いんですけど、あ、大都市部に、はい、沖縄にこんな強いやついたんだとか、あんな山奥にみたいなのあるかもしれないです ね、家の中でまあ十分な、今までだったらね、パソコンのネット環境とかが整ってないようなご家庭でもっとこれチャンスかな、お、中向ければ、あ、そのまま、あとはすごい小さい子から天才的なプレイヤーが生まれるとかね、あるんじゃないですか。はい、別のサッカーゲームですけど急に出てきた14歳の少年が500連勝とかする。え、そうなんですか、はい、不思議でしたね。でもゲームの世界なんで、はい、もう強い方が偉いんですよ。
まあそうでしょうね。でその14歳の少年はずっとそれをライブ配信してて、はい、おっとシュートは止めました。でその500何連勝を止めた、はい、おじさんが嬉しくなって子供みたいにツイートしたんですよ。はい、俺が最強だみたいな、はい、そういうのがあるんですけど、その少年は悔し涙で静かに泣いて彼が強かったっていう。どっちが、うわ決まった、決まりましたね。3-3-3-3ですね。そうですね、はい、やはり今アバターロボットで、ね、選手たちの雰囲気見てますけど、はい、もう優勝はないからか、かなり淡々としてますね。淡々と、おっとこれまたシュート決まった、うわあっという間に同点。 いいですね、落ち着いてますね。はい、これが実際、操作をされている、はい、チャーマーさんなんですけど、パソコンで ね、これはパソコンじゃなくて普通にプレステのパッドの方が操作しやすそうじゃないですか。あ、アバターロボット、そうですね。チャーマーさんだったら多分そうでしょうね。ただ、まあ、その時代の流れ的に結局はスマホとかで操作しちゃう感じに、最後はね、まあそうなるでしょうね。見てますけどね、どうでしょうね、この集中してますね。あ、選手の皆さん、 MNG の方若干内股でプレーしてますよ。あ、これ自分のプレーしやすい体勢があるんでしょう ね、 いろいろね。意外と結構、はい、ゲームだからその辺のフィジカルの部分いらないだろうって言われるかもしれないですけど、はいはいはい、他のゲームのトッププレイヤーもずっとプロのシーンがある、かなりこう先を走ってるゲームタイトルとかだと、はい、モニターと目の距離をメジャーで測ったりするんですよ。あ、そこまで自分の、でその姿勢を崩さないために、はい、背筋鍛えられるとかあるんですよ。だからその MNG の方にとっては内股っていうのが多分一番こうバランスが取りやすい、うん、そうなんですね。あるいはこれ家でいつもあぐらかいてやってるとか、もしもそういう方だったら椅子だとしんどかったりとかあるじゃないですか。ちょっと今アバターロボット同士でおいどけみたいなやり取りが本当ですね、すれ違ってますね。結構渋滞してますが、ちょっと邪魔だなこれみんなが寄ってきてこれクラクションとか特にないですからね。みんな今、なぜか会場の一部に集中していますが、そうですね、ただお互いがお互いの顔を見えているという。これなんか未来のヤンキーの喧嘩みたいになってますねこれ舐めてんのかどこ中だみたいなどこ中、懐かしいですねその響きこれちょっと面白いですけど試合見ましょうみんないやこれでもやっぱりね、操作してるだけでもちょっと面白いんで、はい、いろいろなんでしょうねこの未来感ね。本当に手元のモニターのね画面を僕もちらっと横から拝見してるんですけど、大変スムーズで、そうですね、うん、これに関しても綺麗ですね。そうですね、画質も十分ですね、はい。いや本当街歩き動画とかそういうのはいろいろと、まあ、スタビライザー的なものとかジンバルとかで ね、 ね、歩いて撮ってる方いますけれど、もう全くこれで撮ればものすごい、まあ、路面の、ね、ガタガタをどういう風にするかって、多分これからまた新たなキャタピラーみたいなものとかも開発されるかもしれないですけど、これはいろんな放送業界にとってもまた一つ革命になるかもしれません。この2位決定戦なんですけど、淡々ととね、先ほどチャンナさんおっしゃいましたけれども、ただまあある意味ノンプレッシャーということで、やりたいことがよりできる試合にもなってくるんでしょうかね。あ、そうでしょうね、やっぱりそれぞれプレッシャーなく練習したことをぶつけ合ってるっていう感じじゃないですか。まあ、そもそもゲームですから楽しむっていうことはとても大切じゃないですか。大事です、大事です。やってて楽しいなって、こういうシュート決めたかったのが決まったっていうその瞬間の爽快感といったら、もう何とも言えないものがありますからね。ありますね。そういうのをね、やっぱちょっと普段隠し持ってたかっこいいシュートとか、はい、今見せちゃってほしいですよね。ああ、なるほど。こっから本当入るんだぜみたいな。はい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 。あると思う。前半終了ですね。はい、1対1。白熱した試合展開になっています。ちょっと一旦ね、ハーフタイムの笛鳴った瞬間に MNG の方コントローラー置きましたね。ああ、帰りセットみたいな気持ちの、ああ、そういう部分が、あとはなんかルーチンワークとかいろいろね、皆さん、うんうん、あるんでしょうね。あるんじゃないですか。チャマさんは何か試合に臨まれる前に絶対にこれしなきゃダメとか、
精神統一するとかあるんですか。あ、でもあの普段はやらないんですけど、大会とか公式大会の時は、うん、あの結構遮音性の高いイヤホンをして椎名林檎の歌を歌うっていう。あ、いいですね、はい、ちょっと自分の中での内なる炎を燃やすという。そうなんですよ、あのワールドカップのテーマソングを歌われたことがあるじゃないですか。はいはいはい、あれやっぱちょっとサッカーファンからしたら結構上がるんで。そうですね、テンション上がりますね、わ、はい、かります。そう、でもやっぱ椎名林檎に応援されるってすごいなんか嬉しいし、いや、いずれあのこの e スポーツの大会でもテーマソングをね、椎名林檎さんであったり東方神起の皆さんであったり、ね、本当やることももちろんあるんじゃないですかね、はい、うん、これやっぱり戦いだと思いますよ。そうですね、うん、みんながね、今ゲームシーンにいるみんながこう盛り上げていってどんどん人気コンテンツにしていけば本当にありえない話ではないと思いますので、はい、もう年齢、性別、もういろんなものを問わない大会になりますからね。うん、この下がって、こうやっぱ人それぞれ、うん、足を組んでる人とか、はい、バランス悪そうだなとか思いながら、これでできるんだろうか。そう言いつつも自分の中でやっぱり慣れてるですね、自分がゲームをやっている時の体勢ってなかなか旗から見られることって多分ないですからね。テーブルに手を置く人もいれば、まあ、手元でという方も今いらっしゃいますね。結構あのテーブルに手をつくかつかないかという、はい、安定感がある、はいはい、大事なんですよね、まあ、しかし手首を柔らかく使いたいぞという方は、まあ、フリーハンドというか、あ、そうですね、うん、まあ、その桃太ももの上にふわっと置くコントローラーの持ち方したりしますよね。多分まだ解明されてないんですけど、握り方とかでも微妙にその手のポジショニングとかあったりするんだろうなって。そうですよね、結構その僕にこういう操作の方法を教えてくださいみたいな、動画でやってたこのプレーをやりたいですみたいな言われて、こうやってやるんだよって全部教えてもできない人とかいるんで、まあ、全く同じことっていうのはね、もちろん、うん、そういう人は多分もしかしたら手の大きさとか指の長さとか、もしくはコントローラーの握り方がちょっとおかしいぞっていうことがあるのかもしれないですよね。これコントローラーに関しては例えば何か器具をつけるとかそういうのは基本 NG。 そうですね、大会とかではダメですね、ちゃんとソニーの公式のものでない。あー、シュート、おー、外れた。今のもね、シュート外れた瞬間ちょっと上向いたりとか、はい、リアルですね、細かい表情まで見れますね、はい、もう実際のプレイヤーと同じようにこのね、このゲームの中の選手と今日プレーされている皆さんが何かリンクしているところがあって、ああ、これチャンスになりますね。打てるか、いやいやいや、うわ、ちょっとドリブルが大きくなってしまったね。お互いが最後の最後はやらせないっていうしっかりと守備のコンセプト持ってますよね、はい、会場内を自由に動き回っているアバターロボット。今僕のアバターロボットの後頭部が映ってますね、今ね。これね、あのいろいろ番号がついてまして、それであの、まあ、皆さんが、ね、判断していただいてるんですけれども、はい、まあ、ちょうど今、ね、こういう形で面白いですね、これ。さあ、ゲーム内ではもう74分、だいぶ佳境に差し掛かってます。いやー、ちょっとね、これ試合も見たいですけど表情も見たいんで、どこかでシュート入ってくれないかな。ねえ、まあここから結構、うん、両チームシュートまではね、それなりに多分行ってるんですよね。そうですね、はい、いや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 、ギリギリのところでの、また今あのどうしてもねマスクを皆さんされてますので、これが家だったらそういうわけではないですが、そうですね、そのプレイ中の表情、うん、これも、まあ、いろんなところでね大切になってくるのかなと。今後あのさらに e スポーツのプロの方とか増えてきたら、はい、まあ、ビジュアル面とかでも ね、 ね、そういう方とかもどんどん出てくるかもしれないですしね。逆にこのアバターロボットでしか表出ませんみたいな人もいるかもしれない、ね、あ、そうですね、はい、ちょっと謎のキャラみたいな、まあ、VTuber みたいな方とかいろんな方が出てくる可能性はありますね。面白いですね。
あー、ゲーム内の時間が85分に差し掛かります。このままドローで終わるのか、あるいはどうだ、あーゴールキックですね。最後の最後まで、まあ、ここでね引き分けですと MLG の第2位が確定になりますので、3-3-3-3の方が点取りたいですよね。そうですね。おー、うん、MNG がラスト攻撃いけますかね。あ、これここあもうラスト、どうでしょう、早めにつなげば、あ、ものすごい審判厳密にさっさと笛吹きましたね。ゲームですから ね、 ね、はい、試合終了です。 3-3-3-3 対 MNG は1対1のドローということになりました。この試合もとても熱い試合になったんですけれども、ね、本当ですね、これによりましてで、ね、もうですね皆さん結果もう分かっていらっしゃると思いますけれども、はい、まあまずはですね、まあ、今の試合、ご覧になって最後の一戦でしたけれどもいかがでしたか。やっぱりこうそれぞれがノープレッシャーでいろんなことを試してっていうところで、なんかこう お互いがこれ強いんじゃないかなみたいな、はい、探求心が見えて面白かったです ね。またどのチームをどなたが使うか、これご自身の性格とかそういうところにも多分寄ってくるんだと思うんですけど、あ、そうそう、ね、またそれを無限の、ね、可能性がいろんな組み合わせあると思いますので、もうゲームとしてやはり奥が深いなっていうところを改めて、今日教えていただきました。ではですね、もう手元集計が終わっておりますので、優勝チーム改めて発表させていただきたいと思います。はい、茶間さんお願いします。はい、アバターロボットで見える次世代体験 e スポーツ ×5G、 本日の優勝チームはランシン遠方です。おめでとうございます。おめでとうございます。圧倒的な実力で優勝を決めました、遠心乱歩、うん、そうです ね、2連勝でサクッと決めちゃいましたから、はい、そうなんですよ。しかしその遠心乱歩の、お二人、この後スペシャルマッチ、あらら、チャマさんと対戦、対戦形式は1対1になります。はい、乱心遠方のお二人はですね、前後半で操作者を交代していただく、そういうシステムになっています。これかなり僕フリーじゃないですよ、これ。そうですね、あの疲れてないですからね。そうですよね。そこであっちはガラッと攻め方とか変わってくるわけですもんね。だとしたらめちゃくちゃ面白いですけどね。意気込みをお願いします。いや、もう前半で大量得点して、はい、後半で追いつけないぐらい頑張りたいと思います。先行逃げ切りで、はい、もう勝ちたいという茶間さん、ではご準備お願いします。はい、お願いします。この後はエキシビジョンマッチが行われます。今日の覇者、乱心遠方の、お二人、そして、茶間さんとの、エキシビジョンマッチです。準備が整いますまでしばらくお待ちください。さあ、お待たせいたしました。それではスペシャルマッチ、チャマさん対今日の王者乱心遠方の試合を始めさせていただきたいと思います。いよいよ、チャマさんがご自身がプレーをされます。1対1のモードで行われますので、乱心遠方の、皆さんは前半後半でね、お二人は前半の方そして後半の方ということで、プレイヤーを、変えて試合に臨んでいただきます。今までですね、ずっとチャマさんと、この今日の試合を、こちらで拝見してたわけなんですけれども、かなりやはりですね、乱心遠方のお二人のプレーに関してはチャマさんもずっと褒めっぱなしだったわけですね。その強かったお二人に対してチャマさん、やはり、ここで意地を見せてくれるのか、あるいはというところだと思います。本当に普通のサッカーの試合をご覧いただくような感覚で皆さんにもお楽しみいただきたいなと思っています。今試合前のセッティングですね、されているところです。おっと、これは
両者ともにユベントスを選択しましたね。チャマさんがホーム側、そしてアウェー側がランシン遠方。ただ、お二人とも同じユベントスではあるんですけれども、システムが違いますね。少しシステム今ね、いじっているところなので、最終的には、どのような形で落ち着いてくるんでしょうかというところですけれども、なるほど、ここのね、やはり試合前の入り、ここでの駆け引きというものもあると思いますが、ランシン遠方はもうすでにセッティングが終わっていそうですね。 4-2-3-1 のシステムです。そして今こちらのですね、放送席にゲストの方をお迎えしております。今日のこの大会で第2位を獲得されました MNG からウースケさんお越しいただいてます。よろしくお願いします。まずは試合お疲れ様でした。今日ねこうやって思いっきり喋ってる中でプレーをしていただいて、なかなか、そして後ろにアバターロボットもいたので普段の環境とはまた違ったところだと思いましたけれども、アバターロボットが後ろから見ているっていうのは人が後ろから見ているのと比べてどうでしょう、何か例えば感覚とか違う部分ありましたか。でもそうですね、全然違いましたね。自分はオフラインっていう大会で一応プレーしたことがあって、はい、でまあ観客がいる中でっていうプレーもしたことあるんですけど、まあ、それとは全く違 もう環境で、はい、なんだろう、見られてるようで見られてないというか、はい、っていうかもうなんか不思議な感じでした、ね。はい、まあ、今日は何よりも普段の大会と比べてこのアバターロボットが自由に動いているということで、何か自分が、ね、こうどこを見られているのか、そして行っちゃったらなんか自分まずかったのかなとかいろんなこと気になってしまうと思いますけれども、あのアバターロボットって起動音みたいなものとかって結構したりするんですか。起動音、あのウィーンって動いてる音とか。ああでもそうです、ゲームに集中してるちょっとそのあたり、そこまではさすがに、まあ、それぐらいだからそんなにうるさいものではなくということなんですね。そうですね、はい。さあ今試合が始まりました。ユベントス対ユベントスになります。ホーム側が、チャマさんですね。ホーム側チャマさん、そしてアウェー側が、ランシン遠方になっております。さあ右から左に攻めている今ランシン遠方ですが、ボールを奪ったチャマさん、まずはですね、このおっとここでいきなりチャンスになった、これシュートいったゴールですね。鮮やかに決まりました。あっという間にこのパス通しちゃうんだっていうところが今一本通りましたね。チャマさんが、これは1点のリードでございます。MNG のウースケさんには今アバターロボットを操作していただきますけれども、まず今どこ見に行きたいですか。そうですね、今はもうプロプレイヤーのチャマさんの手元を見に行きたい。なるほど、やっぱそうですよね。普段ね、なかなか間近で見ることができません。チャマさんの手元です。非常に大きなね、チャマさんですので、コントローラーを包み込むように持っていらっしゃいます。まるで小鳥を包むかのような優しい手つきです。さあその手元をね、後ろのちょうどいいポジションからじっくりご覧になっていただきたいですけど、操作していてこのアバターロボットどうですか。面白いですか。面白いですね。ちょっとあのなんて言うんでしょう、まあ、さっきもおっしゃっていただいたようにラジコンのような感覚で、はい、まあ、こういった他人のプレーを見れるというのは結構新鮮でいい形だと思います。ね、そうですよね。ウースケさんの操作すらもどっと言っていたら、うわーという間にまた2点目。ちゃまさん、もうリプレイすら見せてくれません。電光石火ですね。これは参ったぞと。さあランシン遠方、山梨の意地を見せてほしい。よく言う言葉ですけど、2対0はサッカーにおいては危ないスコアだと言いますけれども、ウースケさんどうでしょう、ゲームにおいても2対0ってなんか危なかったりとかそういうことあるんですか。そうですね、結構2対0ってメンタル的に来ちゃって。本当ですか。まあ、この勝ってる方が一瞬有利なんだけども、ここで1点入れられるとなんか一気にこうやられてる感が出てしまうとかね、よくそんなことをね実際のサッカーで言いますけれども、まあ、ここから次の1点が本当に大切な1点になってくるのかなと。そうですね、はい、3点目決めた方はもう試合を決定づける面に、反面1点決めたらまあその追いかける方が気持ちが湧くので、はい、この1点がかなり重要だと。ね、そうですよね。今ポーズが行われていますが、これはなるほど、ちょっとね通信のところでの今修正が入っておりますので少々お待ちください。あ、ゲーム再開ですね。支配率はほぼ五分五分なんですが、まあ、決めるところ確実に決めているチャマさん、ユベントス2対0の今のところ2点のリードですね。
チャマさんの周りに今アバターが集まっています。チャマさんの大きな背中をね越して皆さんアバターロボットを、操作しないといけないということで、綺麗にこう半円を描くような感じで、今、皆さん近くでご覧になってます。さあまたチャンスになりますね。センタリング上がってシュートまでいったかなというところですが、今日はウースケさん 5G 回線を使用しての対戦だったんですが、ラグとかはどうでしょう、本当に気にならないものでしたか。あ、そうですね、普段のオフラインよりも快適にできて、はい、結構やっぱり新鮮でいい回線だなと思いました。そうなんです、またチャンスシュート決まった、きっちり決めてきます。今ですね、申し訳ございません、 YouTube の方が少し通信止まっていた時間があったようです。大変失礼いたしました。そうこうしている間にチャマさん3点目を入れました。リプレイをじっくり見せていただいて本当にありがとうございます。これリプレイはやっぱりこう負けてる側は見たくないと思うんですよね。もうさっさと飛ばしたいと、そういうもんですよね。はい、ですよね。本当にラシエンポーの皆さんありがとうございます。さあしかし3点差がついてしまいました。1対1のプレーになっています。マルチプレー2対2のプレーが得意な方って1対1のプレーもやはり上手なのか、あるいは本当に2対2のプレーの方が得意なのか、ウースケさんはどうですか。そうですね、私としては1対1の方が、あ、決まった、決まりましたね、1点返しました。ランシエンポー、これが山梨の誇りです。1点返しました。2対1の方が、まあ、やりやすい部分もある。そうですね、うん、やっぱ2対2だとコミュニケーションだったりその自分のプレーが やりづらいので、まあ、その辺ちょっと難しいかなとは思ってます。はい、まあ、ここでね、まあ、シングルプレイヤーとしてのチャマさん、ね、非常に今進化を発揮されているところでありますけど、ボールを奪って、ね、見事にターンをしてクリスティアーノ・ロナウドまた決めました。これで3対1。これ勝ったね、自分が入れたゴールは何度見ても気持ちがいいというところもありますね。さあ3対1になっておりますが、前半ゲーム内の時間で28分、チャマさんの手の動きはアバターロボットからウースケさん細かく結構見えますか。そうですね、ちょっと今あそこが混戦状態になっていてちょっとね、他にもたくさん人が集中してますので、そうですね、ちょっと隙ができて隙がね、そこもスペースを見つけてというまさにサッカーと同じ状態になりますね。スペース見つけて走り込んでいただきたいんですが、いやー、そしてこのねオンライン対戦で本当に強い方、いろんな方がいると思いますけれども、やはりこのオンラインで出会ったこの人すごいなっていう方もいろいろウスケさんにとってもいると思います。なんかこれもねプレーをしていて、だいたい1日何試合ぐらいされますか。あ、でもそうですね、自分はちょっと負けたらやめるっていうはい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 、タイプでして、まあ 2,3 試合とかもうすぐ負けちゃう。あ、そうですか。まあね、集中力っていうところでもね、そうですね、結構1試合1試合やっぱり体力を使っちゃうので、はい、結構 2,3 試合で自分の場合終わっちゃうことが多いです。はい、はい、なんかこう多分感覚として近いのは将棋とか囲碁とかそういうのの対局とかにね近いのかなっていう、多分そういう精神力の使い方だと思うんですよ。で実際負けたらもうそこで終わりっていうのも、まあ、一つメンタル保つ上ではとてもね、その競技を長く続けていく上では大切ですよね。そうですね、やっぱりそういった自分も体験して考えてると、チャマさんだったりプロプレイヤーの方は多くの試合数をこなすと、はい、これまたチャンスになりますよ。どうかな、おっと、これはディフェンダークリアですが、このキック、いやいや、これまた1点決まると面白いことになりますよ。今ボールがどうなるかというところでチャマさんに画面が移り変わって、今結局どうなったでしょうか。あ、ゴールキックになりましたね。はい、これはまあね、今ね残念でしたけど、うん、そうプロの方って、まあ、普通にねゲームを楽しむだけじゃなくて情報発信であったりとか本当大変だと思うんですけれども、ウースケさんはプロの世界に憧れたりはしますか。いやちょっと自分はそんなに実力がないので、いやいや、そうはおっしゃってもだと思いますけれどもね、はい、夢ではあります。あ、そうなんですね、はい、うん、あ、これで前半終了です、現在3対1でチャマさんのイベントスがリードしています。
他のゲームも何かプレイされたりしますか、ウィスカさん。あ、でも基本自分はウィレをメインにやっていて、他のゲームは本当にちょこちょこになるので。あ、もうこれ1本で、はい、もうそれだけ奥の深いゲームですからね、長く楽しまれ、そしてまあ実際問題山梨県の県代表まで選ばれていらっしゃるわけですから、本当実力はすごい折り紙付きだと思います。あ、またチャンス、これが決まった、クリスティアーノ・ロナウド。でも決めるところは無駄なくワンチャンス、あ、クリスティアーノ・ロナウドじゃなかったです、ごめんなさい、ワンチャンスで決めてくるというキャマさん、さすがですね。4対1、これはあの大会というかね、いろいろリーグ的なものだと得失点差とかも、ね、大切になってきますので、皆さんオンライン対戦でいろんなこう形式の中でも、点差がどんだけついてもやっぱり手を抜かないとか、そういうのはあるわけですか。そうですね、やっぱりオンラインでもそういったマナーっていうのが結構重要視されているので、はい、やっぱこうやってチャマさんも手を抜かないってところはやっぱ一流のプロだなって。ね、あのオンラインね、オフラインでのこう対戦はできるけど、オンラインってちょっとなんかまだ怖いなとか、いろんなねこう嫌な思いするかもしれないっていう方もいると思うんですけれども、ただ今マナーとしてはウィニングイレブンは皆さん結構いい感じですか。そうですね、基本的にはいい形で、まあ、対戦後にたまにですけど相手の方からメッセージでありがとうございますだったり、まあ、いいコミュニティだったりはすると思います。あ、そうなんですね。まあ、そこもスポーツマンシップがやはりあるということですね。今ねちょっとあの試合の中でのいろいろとまたセッティングが行われまして、おそらく戦術のね変更などがあったようですが、あ、ちょうど今ウースケさんが映っていますね。茶間さんのところにいるウースケさんです。さあ、フリーキックのチャンスになっているのがランシエンポー。なんとか3点差を詰めてもらいところ、詰めてもらいたいところですが、結構ねこれはね集中して時間かけて直接、おっとキーパーがナイスセーブの後のそのままのコーナーキックになります。まずニアに当てたところで、ここでチャマさん呼んでたと言わんばかりの、またここから速攻ですね。いや、ワンタッチワンタッチでつなぐんですね。いやいやいや、これはラストパスはなんとかしのぎました。さあ、ここからラシエンポーなんとかカウンターに行きたいところですが、これはあの単純にゲームとしての技術、指先の動きと、あと頭を使っての この連動性、本当にスポーツですね。いいポストからだったんですけれども、またギリギリのところでチャマさんが、危険なところから脱しています。こういう大会、まあ、いろんな、ね、大会が今あると思いますけれど、いや、ウースケさん、昨日とか何かこの大会に向けて備えたりっていうことは結構されたんですか。そうですね、ちょっと仕事終わってからウィーレで今日のためにやったんですけど、まあ、はい、残念ながら、はい、そこそこ準備はしたんですけど、はい、結果は報われずって感じです。これそしてまたあの睡眠不足だと結構ダメですよね、きっと。そうですね、翌日のやっぱコンディションだったり影響すると思うので、はい、睡眠も、まあ、休暇は結構重要だと思います。集中力を切らさずに、とにかくプレー時間10分ですので、まあ、それぐらいがね本気で集中している時間のこのゲームにおいては限界だと思うんですよね。でもとにかく、まあ、全く息が切れる瞬間というか、あの息をねこうゆっくり整えられるような瞬間がないこのテンポ感なので、まあ、守ってたと思ったらすぐ攻撃に移って、攻撃に移ってたと思ったらすぐ守備に行って、まあ、実際のスポーツでいうところのどちらかというとフットサルぐらいの多分この、ね、攻守の入れ替えになりますよね。これがこの画面上で行われていて、そして今日は 5G 回線、今後ねさらに増えてくると思われます 5G 回線を利用して、実際選手の皆さんは同じ会場内にいるんですけれども、電波を通してのプレー、今、茶間さんの様子が映っていますけれどもね、結構あの柔らかい表情でプレーをされています。
ゲーム楽しまれて、でもね、あの乱視遠方の皆さんも結構柔らかい表情でのプレーなんですよ。これはエキシビジョンマッチということもありまして、特にね、これで何かこう賞がとかいうことじゃないですが、さあこのフリーキックが直接、おお、落ちましたね。ね、これはゲーム、友達の家でやってるような感覚でっていうところで楽しんでいただく一戦となっていますが、おっと、これは一旦サーバーとの接続が切れてしまいました。これもまあまあ、ただどうでしょう、家でプレイしている時とかもそうなっちゃうことっていうのも、有線だとあんまり多分ね、なかなかないと思いますけれども、いろんな環境の方がいるんで、対戦相手がいきなり落ちちゃったとかそういうこともあったりするものですか。そうですね、時々やっぱり対戦調子が悪くなって今のケースっていうのもあったりするので、はい、まあたまにあることだとは思います。まあね、ちょっとまた今もう一度接続のし直しなども含めて、会場内で、チャレンジ中でございます。少々お待ちください。その間にじゃあアバターロボットでぜひ祐介さん遊んでいただきたいんですけれども、このアイメッセ会場広いので、端の方まで行ってみたりとかしてくださいね。はい、はい、普段このアイメッセ山梨というところはとても大きな会場ですので、いろいろな催し物が行われることが多いんですけれども、中であのたくさん車を入れて車の展示会だったりとか、あの幕張メッセとかね、あの東京ビッグサイトと同じような感覚で使われているところです。プロレスの試合が行われることもあれば、また大きなグルメイベントが行われていたこともありますし、とても大きな会場で、そういう大きな会場で、この 5G、使えるようになっているというのが、また今日の一つポイントとなっています。これから 5G 回線が、ね、使えるようになるところはどんどん山梨県内もそうですし、全国的に見ても増えていく、ものだと思うんですけれども、その会場の中をアバターロボットが、縦横無尽に歩き回っています。今日はとても未来的な雰囲気の中でお届けしている、この配信なんですけれども、ね、ゆうすけさんの顔も映っていますが、真後ろでね、ちゃまさんの今横にいるのがゆうすけさんですかね。はい、はい、このいいですね、プレイステーションの音がちょっとね、こうあの響き渡っておりますけれどもね。アバターロボット、はい、あ、今ね、これが実際に操作をする画面です。ウースケさんの手元が映ってるんですが、今これが実際皆さんの元にも映像として届いていると思います。この解像度というか画面ものすごい綺麗ですよね。そうですね、結構自分が想像してたよりかかなり画質も良くて見やすいですね。はい、これがもしかしたらいつか将来的には一家に一台とかね、そういう風になってくる可能性すらあります。家の中には自分はいないんだけど、例えば家の中にいる犬の様子が気になる、そういう時にこのアバターロボットを使って家の中を歩いてみて、まあ、犬というか猫ちゃんとかかな、あ、ここに今いたんだ、よかった、無事だった、今定点カメラを置いてそれをチェックするということはだいぶね、いろんなところで、普及してきてはいるんですけれどもね。これで、下のタイヤの部分であったりいろんなところがさらに、技術としてアップしてきますと、階段を登ることができるアバターロボットとか、そういうものも出てくるかもしれません。会場内多くのスタッフがね、いますけれども、どうやらこれは再試合もう一度、やるということになったようです。今我々が見ていたものは全て夢でした。はい、もう夢です。ちょっとね、あの寝てた、この今下の4対1って書いてあるが、これはあのテスト画面が出ちゃっただけぐらいに思っててください。もう一度この試合仕切り直しをさせていただくことになりました。はい、ちゃまさん対乱視遠方、もう1試合またエクストラで行います。ちゃまさんの手元がまた映されていましたけれどもね、今ということはもうすでに、次の試合に向けての準備が始まっていることだと思います。また全く同じ形で来るのか、あるいは変えてくるのか、イベントスタイルイベントスタは変わらず、これまあ本気でもう一回ねガチモードということなんでしょうね。先ほどの試合途中で終わってしまいましたけれども、4対1という大差がついた状態でした。
果たしてここからまたどのようになってくるのか、試合としても見どころになってくると思います。ユベントス対ユベントス、ホームチームがチャマさん、そしてアウェーがラジエンポ。チャマさんがユニフォームを変えたかな。あ、もう一度セッティングに入りますね。アバターロボットもその行方を見つめております。これはただ乱心遠方の皆さんにとってはきっと嬉しいですよね。そうですね、チャマさんと2試合もできるなんて贅沢。やっぱそういうもんですか。胸を貸してもらいたい、この挑戦権というのが今日は、ね、一つ大きな名誉で、この総当たり3チームでの総当たりであったんですけれども、やはり MNG さんとしてもこれチャマさんと対戦したかった。そうですね、昨日からもイメージトレーニングをしてたんですけども。そうだったんですね。はい、それだけ本当に価値のあるプレイヤーなんですね。さあ、いろいろとまた仕切り直しでもう一度スペシャルマッチです。チャマさん対本日のね、優勝チーム乱心遠方の皆さんとの対戦になります。チャマさん対乱心遠方のこの試合は対戦形式1対1。乱心遠方は前後半で操作者を交代していただきます。いや、画面が本当に綺麗になりました。プレステ4、今プレステ5まで出ていますけれども、4の段階でこれですからね。また 5G と同じくプレイステーション5もこれからいろんなご家庭にさらに普及してきて、どんどん新しいゲームが出てくるとそれに対応してのオンライン対戦ができるもので、そこでまた 5G 回線をねうまく使っていければというところだと思います。チャマさん黒のユニフォーム、あっとこれはシュートは外れました。速攻が早かったです。前半ゲーム内の時間で3分ですが、実際の時間だと多分10秒ぐらいとか、そんなぐらいですね。もうあっという間に試合がどんどん動いていきます。黒いユニフォームホームのチャマさんのユベントス、そして黄色のユニフォームがアウェーの乱心遠方ということになっています。さあ、つないでつないででスペースを見つけて、今乱心遠方ディフェンダー人数揃っていますね。さあ、ここからどのようにカウンターにつなげていくか。あ、いい感じに、またこれはオフサイドかなですね。まさに狙いは良かったんですけどねっていう、そういうパス、紙一重のところです。アバターローがねこうピクピクと動いているのもだんだん見慣れてくると、ちょっとアバターロボくんも可愛いなっていう感じがありますけれどもね。お、これは逆にラジエンポチャンス、シュートまで、いや、これはキーパーよく詰めてました。今ね、一瞬抜いてはいたんですけども、あれだけ近くにディフェンダーがいる状態で、またキーパーが迫ってきてで、見事に挟むようなディフェンスになりましたけど、フェイントかけたくてもなかなかかけられないっていうところでしたかね、今のね。あ、背負ってチャンスで、おっと先制点ならず、ラジエンポ惜しい。なんとかギリギリのところで、あ、これ寄せが早いですね。今のところ流れとしては結構いい感じ、五分五分。ワンタッチワンタッチでつないで、ラストパス通した、おっ、うわ、決まった、先制乱心遠方。いいゴールでしたね。いや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 、さあ、チャマさんリードをされた状態でここからプロの意地どのように見せるか。この1点を虎の子の1点とするのか、あるいはまだこれはウースケさん1点リードぐらいでは、もちろん攻撃ガンガンいきますよね。そうですね、乱心遠方さんとしてはもう2点目を取って、まあ、余裕を持ちたいという気持ちがあると思います。はい、もちろんゲームの中でも前半ですから、ここでね、守るということにはならないでしょう。おっと、またこのまま抜ければですが、
お、ここはフリーキック直接狙って、うわあ、前線からのプレスで、最終的にはゴールキックになりましたけれども、いやいや、でもこれ先制点にチャマさん相手に取るってものすごい気持ち乗りますね。そうですね、もし自分だったらもう乗ってしまって、多分ディフェンダー前に出してる点取られてって形で逆にやっちゃうので、ランシエモさんは今守備もちゃんとできてて、すごい今集中されてるなと思いますね、はいはいはい、ちょっと何かね、こうあのチャレンジャブルなプレーをしてもいけるんじゃないかというところで、ただそこで調子に乗りすぎてはいけないっていう。そうですね、ここからね、もう前半も、ゲーム内の時間で30分超えてますので、うわー、これはうっと、これ PK？ PK ですね、 PK ですね、まさかの、あ、これ PK はもう完全に普通の PK と同じですね、もう1対1で相手を読み合う、うわー、これ緊張しますね、うわー、逆ついた、1対1、ランシエンポーさんはプレイヤーのチェンジがいろいろあったりするのが面白いですね。いや、この PK はちょっと痛恨な、まあ、でもそこまでしないと止められなかったという部分もあるんでしょう。チャマさんのドリブルテクニックってやっぱすごいですか。はい、結構やっぱ見ててすごい上手な、はい、細かいところでいろんなフェイントを入れてくる、あ、これでも一発通ってますよ、うわ、惜しい、飛び込んであと一歩のところでした。これで今、ね、1対1のイーブンになっただけですから、まだまだもちろんここで心は折れるようなところではありませんが、いや、 PK 戦はね、もう実際のサッカーの世界でも引きこもごもです。ウースケさんは PK 戦は蹴る側が当然有利だと思いますけど、これ本当に自分がキーパーとして操作して、でもうどっちに飛ぶかでね決まりますので、結構 キーパー側ってやっぱきついですよね。そうですね、結構難しいですね。これって PK ってあの蹴ってから読んで飛ぶってこともできるんですけど、やっぱりそれの反射神経といいますか、それが必要になるんですけど、いくら動体視力あってもその後っていうわけじゃない、ね、難しいですね、はい、全くそのあたりが実際の、サッカーの PK 戦と同じ感覚で臨むことができる、それもね、タイムラグがあるとまた非常に嫌なところだと思いますけど、スムーズに行うことができていそうです、そんなことを言ってる間に、これはもう前半ぼちぼち終了のところ、シュートで終われるか、チャンマスさん、あ、前半終了ですね。先制したのはランシエンポーさん、いやー、素晴らしいゴールが決まって、シュート数でもランシエンポーさんの方がちょっと多かった、そんなスタッツでした、それに対してチャンマさん粘りの、前線でのボールキープからの PK、PK を見事に決めて1対1の、同点になっているところで前半が終了しています。いやー、この実際の大会でも PK って結構ありますか。そうですね、結構やっぱ主要に去年の国体の決勝だったのが確かおそらく PK だと。そうですか、はい、結構やっぱ PK って重要な要素だなと思っております。おっと、ラジオシュート、おー、少し右にそれてしまいましたが、最後シュートで終わって、形としては強引ではなく、きちんとコースを分けてのシュート、シュートで終わっています。さあ、前線でまたキープをしながら、ロナウドの個人技も見せて、はい、一旦開きますね。アーリークロスはこれはオフサイドですね。おー、ヒールで流してからの、あ、人数足りてますね、これいいっすね、うわー、とっとっと、まあ、僕もこのゲーム多少はっていうぐらいなんですけれども、シュートね、打ちたい時に
まあ、こうよく見てるとなんで今打てばいいのにとか思ってもこうシュートモーションっていうのがそれなりにリアルに再現されてるんで結構なんかその短いパスとかよりシュートの方がなんかなんて言うんでしょう時間発動するまで多少時間がかかりますよ ね、 すね、はい、シュートゲージがちょっと必要になってその分あの蹴るモーションに時間かかっちゃうので、はい、シュートの方がかかると思います、ねまあ、もちろん、ね、シュートも強かったこれもオフサイドフラッグが上がっています。でそれでいて初心者あるあるなのがシュートボタンを押しすぎちゃって思いっきりふかすというのが、ね、どんだけ落ち着いていようと思ってもついつい手に汗握っている瞬間はガーッと押してしまってふかす。そのあたりボタンの強弱でちゃんとね強弱とか押す時間で表現する。おっとこれはキーパーセーブです。よく、ね、再現されているなと思います。まあ、今シュートどころかいろいろなパスの強さなんかもねゲージがちょこちょこっと出ていますけれども全部そこで操作ができるようになったと、これ もう昔のウィニングイレブンではなかったものですけれどもこれでまたさらに対戦でねあっとこれが通ればですがうまく抑えました。きちんとそこ読み切っていた。ここは、ランシーエンポッね、守りの時間帯になりますけれども、いやいやいや、このボールを取るタイミングですよね、はい、これがただ単にプレスボタンを押してずっと近くにいるだけじゃなかなかダメで、そうですね、やっぱり読みっていうのが結構重要になります、はい。どこで体を入れてというのまで再現できてしまうのがこのゲームのすごいところです。ですね、一旦ロナウドに当てて戻して人数をちゃんと、ね、上がってくるのを待ってで無理のない形に持っていっていますが、ただその間にランシエンポのプレスがガンガン来ると非常に見応えのある中盤での攻防なのかなと思うんですが、これもまたいやいやいや通れば根がずっと続いてギリギリのラインですね。ランシーエンポここでプレイヤーがチェンジ、ね、これあのゲーム内の選手変えるとともに自分たちも交代していくって結構面白いですね。そうですね、先ほどの集中力の話じゃないですけど3人で集中力を分割できるので結構有利かなと思います、はいね、これあの控えているプレイヤーの方にとってよし最後自分決めてやるぞっていうので、そうです ね、 ねありますから、それに対してチャマさんは1人ですが、まあ、1人だからこそ自分の中でのリズムを見つけられるという利点もあると思います。このあたり人数というところの制限がないのもまた一つねこのゲームの面白いところなのかなと、まあ、ちょっとシステムをいじってきましたね。ほんの少しですけれども、まあ、そういうところもまた効いてくる。さあ残り時間も少なくなってきました。ゲーム内の時間が今76分のところで、現在ポジティブさキープをしてからのどこに出すか、ね、こう絶えずフリーの選手のところを狙ってパス、ね、当然セオリー通りではあるとは思いますが、あーコーナーキック残り時間が10分を切っています。あすごい、おっラストパスをお互いなかなか決定的な形で通さない後半シュートの前に目をつんでいる見応えがある攻防になってますが、さあここのセットプレーコーナーキック、
迫しますね、すごく、ね、そうだ、この時間かなり重要ですね、これシュートまでいけるか、西岡、うわー、これは88分、いや、乱心円も今守備でいいライン揃ってきっちりブロックできてたんですけれども、そこを少しずらしてのこのここぞのタイミングでのシュートきっちり決めましたね。細かいこと僕なかなか分かんないですけど、やっぱりチャマさんいろんなところでフェイントとか結構細かく入ってるんですか。そうですね、今も若干ためを作って、うん、最後シュート打つ前のっていう時間を作って最後シュートで決めるっていうのがすごい上手だなっていう、はい、見てて思います。普通だったらここでシュート来るだろうっていうところであえて打ってない。そうですね、いやここはファールで90分過ぎているのでアディショナルタイムは2分、もうゲーム内ではもう数十秒あるかないかっていう感じでしょう。ここでね、まあ、最後ねもう1本シュート打って実際のサッカーだったら終わりたい、もちろんねっていうところではありますけれども、ゲーム内でもっとここ逆になっ、クロスまで行くかというと、これ終了ですね、はい、いやスペシャルマッチ、エキシビションマッチは2対1チャマさんの勝利です、逆転勝ちということになりました。ウスケさんいかがでしたでしょうか。いやすごい見応えのある試合でしたね、2対1、最後やっぱチャマさんの18分後に最後の決勝点でさすがだなと、勝負強いところ最後見せてくれましたね、そしてアバターロボットも体験していただきました、今日の大会で第2位に入りました MNG からウスケさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では試合を終わられましたチャマさんね、ちょっとコメントをいただきたいのでこちらに戻ってきていただきます。いやチャマさんどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたかとやっぱり聞きたいところですけれども、はい、ずっと実況で、まあ、2試合やったじゃないですか、はい、1試合目チャマ君めっちゃ強いみたいな実況していただいてたんですけど、ボコられてた方が僕です。え、そうだったんですか。はい、嘘、あら、なんかちょっと、あ、こちらの方でそれはあ、なるほど、あ、それは大変失礼しました。いえいえ、だから決められて、はい、やべえなって思いつつ、さすがチャマ君って言われるんで、はい、なんかメンタル変でしたね。そうだったんですか、なんという、大変失礼しました。でもまあ2試合ちゃんと、はい、ちゃんと勝てたんで、それはもしかしてプレーされていたお二人にしか分からなかったかもしれません、最初ね。あ、そうですね、ちょっと、まあ、ユニフォーム逆だったんで、はい、やりづらかったかもしれません。あ、大変失礼しました。なんとも面白いハプニングでした。それはひどかったですね、本当に申し訳ございません。で、今勝ったのはチャマさんでよかったですね。そうですね、最後勝ったのは僕です、はい。今なかなかこう肉声で大きい声出しづらい世の中のね状況下でもあったんで、これが実際全然大丈夫だったら違うよって多分ね声飛んだと思うんですけど、いやそうなんですよ、言おうと思ったんですけど、はい、悪い俺がこのままでいいんじゃねえかっていう、このまま終わらせて笑顔で帰ろうみたいな、はい、声もちょっと悪いチャマ君が心の中で叫んでて、はい、でもちょっと中断したんで、まあ、最後勝てましたから。じゃあ本当にあれは夢だったということでよかったですね。もう夢でした、はい、夢でした、もう僕今一気に汗かいちゃいました、本当失礼しました、それは申し訳ありません。難しいですね、はい、いやまあそういうことだったんですけれども、ただじゃあやっぱりこうラジエンポーの皆さん、はい、3人でプレーされてたのかな。そうですね、はい、強かった。いや一人一人のレベルがもう結構一人ぐらい弱い人もいたりするんですけど、あ3人ともレベルが高くて、はい、でそれぞれちょっと微妙に違う攻め方をしてくるんで、あそれは面白いですね。大変でしたね、こう合わせるのが、まあ、これでねまたここで、一期一会で、はい、そしてまたいつか本当にね公式の大会で当たることもあるかもしれない。そうですね、僕も国体は長崎代表で予選に出ようと思ってるんで、はい、まあ、お互いに全国大会の舞台で会えたら一番いいなと思ってます、
はい、それが、乱心遠方の皆さんになるのか、あるいは MLG のお二人になるのか、3333のお二人になるのか、他のチームになるのかと、これから、ますますこの熱くなっていく e スポーツ、そしてこのウィニングイレブンの世界、ぜひ皆さんにご注目いただければと思います。チャマさん、まずはお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。それではこの後は表彰式とクロージングを行います。準備が整うまでしばらくお待ちください。皆様お待たせいたしました。それでは優勝された乱心遠方の表彰とインタビューを行います。今回の表彰およびインタビューはアバターロボットを使ったシミュレーションとしても実施いたします。アバターロボットの操作は本日ゲストとしてイベントを盛り上げていただきましたチャマさんにお願いしております。それではまずは優勝チームへの表彰です。表彰状、乱心遠方殿。キチームはアバターロボットで見える次世代体験 e スポーツ ×5G におけるウィニングイレブン2021イベントマッチで優秀な成績を収められましたので、その栄誉を称え、これを表彰いたします。2021年5月8日チャマ、おめでとうございます。改めて優勝されました乱心遠方の皆さん、おめでとうございます。続いてチャマさんからインタビューです。インタビューさせていただきます。優勝おめでとうございます。今の気分を教えてください。ありがとうございます。すごく強い2チームとの対戦だったんですけれども、いつも練習している形が発揮できて良かったと思います。ありがとうございます。残りのお二人はどうですか。いや、優勝できて良かったと思います。そしてチャマ君とも試合ができてとても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはとても、嬉しく思います。去年の大会は、優勝できなかったんですけど、こういう形で今日勝ってたんでとても嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に今後の目標があればぜひ教えてください。はい、今後の目標は今ちょっと私たち3人でウィーレのそのコープモードっていうので遊んでて、で今年からちょっとその e スポーツの大会、ちょっとレギュレーションがいろいろ変わって1対1の対戦になってきたりもしてるので、個々の強さを強化してって、もしちょっと3人のチームだと一緒にチーム組むことはできないんですけれども、決勝でもしぶつかり合うことができたらいいなと思ってます。以上です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。チャマさんのアバターロボットからのインタビューだったんですけれども、アバターロボットはこのような形でも活用できると、いろいろな式典などでこれから目にする機会が増えてきそうです。チャマさん、アバターロボット使ってみていかがでしたでしょうか。やはり結構ね、いろんなイベントで解説をやらせていただくんですけども、今日もちょっとあったんですけど、ちょっとなんていうんですか、設定画面で見えなかったところとか、実際ここどうなんだろうっていうところを直接選手の横まで行ってインタビューして、試合中にそれを解説に反映できたらもっとおもろいのかなと思いました。はい、この画面だけではなく実際これが移動ができるというところが非常に便利、そして画面もきれいにね、受信側送信側ともにきれいに見えるというところで、とても可能性を感じさせてくれるこのアバターロボットです。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。では改めましてになりますけれども、優勝されました乱心遠方の皆さんに大きな拍手をお願いします。本当におめでとうございました。
どうもありがとうございます。ここで YouTube をご覧の皆様にお願いです。今回のイベントに登場するアバターロボット、そして 5G に関するアンケートを行っております。 YouTube の概要欄及び現在画面に表示されていますかね、はい、QR コードなどからアンケートへのご回答をお願いいたします。アンケートにお答えいただいた方の中から5名様にチャマさん直筆サイン入りのサッカーボールをプレゼントいたします。詳しくは応募フォームの記載事項をご覧ください。アンケートへのご回答をお願いいたします。QR コード、そして YouTube の概要欄に、このアンケートに関する詳細書かれていますので、ぜひ皆さんお答えいただければと思います。お答えいただいた方の中から5名様にチャマさん直筆サイン入りのサッカーボールをプレゼントいたします。ぜひ皆様アンケートのご協力をお願いいたします。さて本日のアバターロボットで見える次世代体験 e スポーツ ×5G 以上で終了となります。最後に当イベントを主催する山梨県リニア未来創造局リニア未来創造推進課 DX 推進室室長長田よりご挨拶を申し上げます。チャマさん、ご参加いただきました3チームの皆さん、本日は誠にありがとうございました。また乱心坊の皆さん、乱心炎坊の皆さん、優勝おめでとうございました。本日は 5G を使用した初めての試みではございましたが、無観客の中、レベルの高い試合とアバターロボットを活用し、アバターロボットの活用など近未来を予感させる大変有意義なイベントとなりました。県といたしましても、今後ともアバターロボットを活用したさまざまなことに通じまして、県民の皆様の DX 推進の機運の醸成に努めてまいりたいと思いますので、今後ともご協力の方をお願いしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。本日はアイメッセ山梨よりアバターロボットで見える次世代体験 e スポーツ ×5G の様子をお届けいたしました。進行は私神戸と、そしてゲストとしてチャマさんにお越しいただきました。チャマさん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこのあたりでお別れといたしましょう。ご参加の皆様、そして YouTube ライブにてご視聴の皆様、誠にありがとうございました。さようなら。